ラジオ伊集院光とラジオと。2月16日水曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。バッシャーイ、アシスタント安田美香です。近況なんですけど、はい、おととしの、まあ、コロナが始まって、はい、ちょっとしたぐらいの時に俺突然右肩痛くなって、でいて、そのまあこれは五十肩ですよってことになり、最初のうちは結構いろいろ治療してたりしたんだけども、全然治んないと。であとこうリスナーの方からこうメッセージ紛れて、いろんなね、その五十肩の経験俺もあるよみたいな話をいただいて、で大体その五十肩の先輩たちの、経験談はリスナーの方も、あと芸能界で俺もなんだよっていう人たちも、うん、治るよっていう、おー、何やっても治らないけどある日突然治るって。まずこの大事なのは、何やっても治んないっていう人がすごい多いの。いろんな努力をしたんだけど全く治んないって思ってたのに、ある日突然嘘みたいに治るって。で、たった2年でっていう人が多いのね。あ、結構長期戦なんですね。あの、終わっちゃった人の2年はたった2年かもわかんないけど、始まった人の2年は2年これ動かないのってか、もちろんこれごめんなさい、うん、あの、諸説ありますで、普通にリハビリやって割とすぐ治ったよっていう人もいるし、3年っていう人もいます。で、途中かちょっと人に紹介されて、注射を患部に打つみたいので劇的に治りますよって言われて、はい、でその注射行ったんだけど、それなんかその先生がちょっとそのうちに来るまでにかなり放っておきすぎたっていう、一旦リハビリしたけどちょっと諦めかけてて、でその後かなり時間が空いていったから、放っておきすぎたね、結構かかるよみたいなことを言われて、はあはあ、で注射打ってたんだけど、はい、これもまあなんか治んない。で、この先生の名誉のために言っておくと、はい、俺のそばで、五十肩始まったんだよって言い出した人に、うん、あの、今俺、その人に紹介されてその注射行ってんだけど、始まったばっかりだったら割と治るって言うんだけどって言って、はい、紹介した人は治ってんの。はぁ。で、その先生の言うことは、なんかその負け惜しみで言ってんじゃなくて、はい、まあその先生のやり方が愛さえすれば、その始まった、ばかりの五十肩は、うん、その注射効き目がある人がいるみたいな。ほう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 。でまあまあその辺置いといて、まあ全然治んなくて、うん、でもう野球できないっていうか、ボールが全く投げられないから。でこの2年間草野球も一切出なかったの。あの行くんだけど、まあ、監督とかコーチみたいなことやるから、はい、やるけど。はい、だ練習したのはさ、三塁コーチやってるとさ、ランナー回ってくるときに、はい、回れ回れっていうときにさ、手をぐるぐる回すじゃん。はい、ああ、はいはい、ブンブンね。あれが回せないから、だからあの、左手でぐるぐる、痛くない方の肩でスムースに、はい、利き腕じゃないってぐるぐる回すの結構難しい。ほんと、あ、なんかやったことないぞ。それの猛練習とかした。それの練習を。で、まあまあ、全くちょっとその、このままで俺草野球も嫌いになっちゃうな。だってみんなが盛り上がってるところ出れないわけだしってなってたんだけど、うん、はい、まあまあ、いろんなこう、パラスポーツの人とかにもインタビューしたりしてるから、打つだけでも俺、打つのはできるはずだからって、打つ練習の方を始めて、で、最初はやっぱりちょっと右肩怖いから、この構えだと全く痛くないみたいのを探るまで少し時間かかって、へー。で、このオフシーズンすげーバッティングセンターいっぱい行って、なるほど、こんな感じだっつって。僕は久しぶりにこう、ちゃんと野球の練習とか、バッティングの練習して。へー。で、ほんとびっくりするぐらい。あいつ何なのってぐらいバッティングセンター行ってて。ちょっとあの、バッティングセンターの受付の人が引くぐらい行ってて。また来たのみたいな。来ちゃあ、15ゲームとか打ってるから。え、15ゲームだと何分ぐらい？いや、延々とだよ。ワンゲーム20何球だから。だから200何十球だ、300球ぐらいこうやってる。週3とかで。もう部活ですね。もう部活の時もっと真面目にやればよかったと思って。それでね、で、いよいよ、ちょっともうこれでシーズンインするから、はいはい、草野球のシーズン入るから、仕上げをしようと思って、ええ、先週ね、
まあ寒いからさ、草野球のグラウンド全然ガラガラで、予約で、予約入ってないんだけど、草野球のグラウンドを借りて、はい、で、さらに、ピッチングマシーン借りて、ほうほう、もう毒打ちだっつって、マウンドからもうちゃんとピッチングマシーンで延々と投げてもらって、バッティングセンターだとさ、狭いからさ、どれぐらいボール飛んでるみたいな感覚もつかめないしさ、グラウンド、いつも使ってるグラウンドを借りて、それバッティングを徹底的にやるっつって。へぇー。で、ピッチングマシーンについてもらう、バイトで後輩の芸人にお前飯代払うからさ、やってくれよ、つって。で、そこはさ、二面球場、つってさ。はい。長方形の向こう側とこっち側にその球場があって、その間に境目がないから、はあはあ、そこにバンバンバッティング練習で打ち込んじゃうと、向かい側のグラウンドに迷惑がかかるから、はあはあ、で、1時間1500円かなんかなんだけど、その向かい側のグラウンドも予約入ってなかったから、じゃあそこも俺借りますよ、つって、何かあったら困るから、はいはい、もう両面借りて、はあ、バッティング練習。したらさ、はい、まあその後輩にもさ、まあすごい好調になってきたからさ、そのバッティング試したいんだよ、間に合わせて、なんつって。うんうんうん、で、行って、最後、こう、思いっきり打って、向こうの球場行っちゃったやつ、ボール拾って、で、行って、それ帰るだけだから。うんうん、だからこれがさ、はい、全然向こうの球場まで飛ばないの。全部内野ゴロみたいなやつで。恥ずかしくて、何お前二面借りてんのっていう。何のため、何その千五百、一時間千五百円ドブに捨ててんのっていうことに。で、力入れば入る向こうに、ボールに、を拾いに行く距離の短いこと短いこと飛ばないから。ちょっと前でね、ちょっとね。バッティングセンターとも感覚ちょっと違うなっていうのと、おそらくこれがピッチングマシーンが生きた球になるともっと感覚違うと思うんだけど。そうなんでしょうね。ゴルフってさ、はい、レッスンプロっていう人がいるじゃん。いますね。野球ってさ、あんまいなくて、最近野球教室みたいなのできてきたんだけど、俺が思うに、素質のある人に上手い人が教えるみたいなとこはあるけど、下手な人を何とかするみたいな教室をあんま見たことがないの。本当だ。YouTube とかでこう指導してんの見ても、うん、それができないんだってっていう。ね、おっしゃることはすごいわかりますけど、それができないんですってっていうやつばっかでさ、どうしたらいいのか、どうしたらいいんだろう。ただいいことが一個だけある。何ですか？五十肩、バッティングの時にものすごい痛いのは、打つ時じゃなくて、打ってホームラン性の打球が出た時に、現役時代の原監督を思い浮かべてもらえばいいんだけど、ホームラン性の打球バーンってた時に、かっこよくバットをポーンって投げる時の、はいはいはい、あん時が激痛なの。あそこですか？あそこ、要するにこの振る作業じゃなくて、はい、バットをちょっと離す作業の時に、気持ちよく離す時が痛いってなるのね。はーホームランが出ないから、いい当たりが全く出ないから、うんうん、そっとバットを持ったまま帰れるから、そこはいい。肩の痛みはね。やかましいもん。メッセージテーマお願いします、はい。今週のメッセージテーマは、チャレンジしてる、するぞ、いつか。さあ、いろんなのあります。でいて、語学系、外国語系多いんですけど、はい。やっぱなんかその、なんていうか、きっかけっていうか、ラジオネーム、サチさんね。ありがとうございます。女性28歳。はい。チャレンジしたいことは、韓国語の勉強です。うんセブンティーンという韓国のアイドルがデビューして6年ほどファンをしてるんですが、うん、韓国語ができるファンの方が訳してくださったり、日本デビューをして本人たちが日本語を使い始めてくれるようになったことに甘えてしまい、6年も大好きなのに、うん、一向に韓国語ができるようになりません。先日メンバーとのオンラインサイン会に奇跡的に当選、なんとか詰め込んだ韓国語でやり取りをしたんですが、もっと話せたらもっと幸せなのになぁと改めて実感しました。いつかの、次回に向けて、うん、韓国語の勉強にチャレンジしたいです。おしたいです、しますって書いてあります。したいですの後にびっくりマーク3つで、その後しますの後に3つっていう。でも大事だよね。学校の受験でみたいなことよりも、うん、おそらく身につく
ような。そうですよ、好きな人と話すためにもんだよね。ね、覚えるものは本物ですよ。よく言うよね、なその海外の彼女できると。よく言うじゃん、海外の英語圏の彼女できる、アメリカ人の彼女できると英語できるようになるよみたいなこと言う人いるじゃん。どうつくんだよモテない話せないがどうつくんだよみたいな。がね、さあ、宛先お願いします。メールの方は ij@tbs.co.jp までです。ファックスの方は 03-5562-0954 まで。また番組のホームページにある投稿フォームからもご参加いただけます。はい、おはがき封書の方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。ここで日本うまみ調味料協会からお知らせです。皆さんのお好きなお料理は何ですか？そのお料理はなぜ美味しいのでしょう？実はその美味しさ、うまみが鍵を握っているかもしれません。うまみは甘味、酸味、塩味、苦味と並ぶ5つの基本の味の一つ。昆布、ブロッコリー、トマト、チーズなどに多く含まれているうまみ成分、グルタミン酸の味です。うまみ成分をお料理に使いやすくしたのがうまみ調味料です。サトウキビなどの天然の植物を原料に発酵の力で作られています。おうちのご飯をもっと美味しく。日本うまみ調味料協会のホームページでは、うまみ応援団の料理研究家の皆さんが簡単で美味しいレシピを多数発信中です。詳しくはうまみ調味料で検索。日本うまみ調味料協会からのお知らせでした。また電話？車がいくらで売れるか調べたいだけなのに。ネットで買取相場わからないかな。だったらグーネット買取。車の買取相場がその場でわかる。営業電話は一切なし。グーネット買取。グーネット買取で検索。税務署から確定申告のお知らせです。確定申告は感染リスク軽減のため、スマホやパソコンでご自宅から申告することができる e-tax のご利用をお願いします。作成方法は国税庁動画サイトでもご案内しています。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時43分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。この時期、春の訪れを告げる鳥にメジロがいます。メジロといえば、東京の山手線の駅にもなっているメジロという地名は、鳥のメジロとは関係ないそうです。地名の目白の由来には諸説あるそうなんですが、一説にはこの土地で白馬や尻尾が白い馬が生まれたことから、馬が白いと書いて目白と呼ばれるようになったと言われています。ちなみに同じ東京の地名目黒の目も、もともとは馬を指していたという説を目黒区のホームページでも紹介しているんだそうです。へー、俺の説はうち近いから、はい、目白坂っていう、そうね、江戸川橋から、椿山荘の方に上がってく長くてこう急な坂があるんだけど、あそこを、ジョギングしてると白目向いちゃうからっていう。もう嫌になっちゃう。なるほど。俺の説はね、俺の説はそれですけどね。さて、メジロやウグイスのさえずりなど、自然の語り声で春の訪れを実感できたら素敵ですよね。本物の自然な香りにこだわったお線香、語り部です。安らぎのラベンダー、上品な甘さが香る白梅、優雅で清らかな桜、いずれも厳選された高原料を使用した煙少ない残りが爽やかなお線香です。お線香は自然な香り、日本行動の語り部をどうぞ。日本行動からのお便りでした。チャレンジしてるするぞいつか。はい。デモドリネコタさん、ありがとうございます。39歳、宮崎県の方です。う
日本時間の月曜日に行われたアメリカンフットボールの最高峰 NFL の決勝戦スーパーボール。はい。ああ、スーパーボールすごい、チケットの争奪戦がすごいらしい。もうスーパーボールの直接の知識はないけど、俺が聞いたんですごいなと思ってアメリカ人の誰もが見たいみたいな話になるわけ。で、指名手配犯にスーパーボールのチケット当たりましたんで、ここ取り来てくださいっていう、うん、ダイレクトメールを警察が出すんだって。そうそう、すげえ来るらしいよ。へぇー。当たったーっつって。それで捕まっちゃうらしいよ。で、そこじゃねえだろって多分出戻り猫田さんは言ってると思いますけど。NFL を見るようになって約10年。うん、SNS の普及で、うん、多いなアルファベット手軽に現地情報が見れるようになったのですが、大体が英語圏の情報なんで、翻訳なしに読めるように英語を改めて教わろう、勉強しようと思っています。うんうん、やっぱこういうきっかけだよね。うん、夢はアメリカで生の試合を見ながら現地のファンと交流を持つことです。うん、で今すでにちょっと交流がある、あのアメリカのファンの人がいるんだけど、はい、でまあその人は多少日本語もできるんでしょうね。でなんか英語教えてって言うと、スラングばっかりなかなか初心者は使うところないからね。本当なんだよ。あの英語教育をさっきのさ、野球のコーチと一緒でさ、できない人に教えるっていう、なんていうのかな、教科書とかにさ、うん、俺は How many books do you have っていう、あなたは本をどれぐらい持ってますかっていうのをなんかやたら覚えてんだけどさ。それいきなり使う。We have a lot of earthquake in Japan っていうのを覚えてんだけど。ね、急に使うそれって何にもなくて。でいて向こうが、その次言ったことも、もう無理もう無理ってなっちゃうんだけど。ね、スラング最初教わっちゃダメだよね。いや、英語はね、ほんとやりたい。やつのチキンを捌くって。言ってやれってさ、なんつってさ。そんなのもうわかんない。もうそこに行くまでのやつがもう全然わかんないもんね。ということで、メッセージをお待ちしております。星雲、それは君が見た光。爽やかに、しなやかに、強く生きよう、青い雲の下。お線香は、煙の少ない、セグンバイオレット日本行動。日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。着なくなった着物をお持ちの方、それ売れるんですよ。はい、着物出張買取のバイゼルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんですけど。はい、無料でご自宅まで伺い、その場でいくらになるか査定いたします。助かるわ。タンスの中に眠ったままの着物がたくさんあるのよ。で、いくらぐらいになるの？例えばお客様のようにタンスに眠っていた着物一式とアクセサリーで36万円で買い取った実績もありますよ。眠っていた着物が30万円以上に？で、お金はいつもらえるの？その場で現金でお渡しします。その場で。出張査定、早速お願いします。着なくなったあなたの着物、出張買取のバイセルが買い取ります。お電話は 0120-09-09-06、0120-09-06、着物出張買取のバイセル。時刻は8時48分、49分に今なりました。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は東京都防災模試とシンポジウム、ポストコロナ時代の人権教育・人権啓発とはについてお知らせします。はじめは東京都防災模試のお知らせです。東京都はいつ起こるかわからない自然災害に備え、地震や風水害などについての知識をクイズ形式で学ぶ東京都防災模試を実施しています。都市部や丘陵地、島嶼部など住んでいる地域の特徴を踏まえた問題も出題され、その結果であなたの防災タイプも判定されます。問題数は20問です。ぜひチャレンジしてください。期間は2月28日月曜日の午後6時までで、東京都防災ホームページから受験できます。続いてシンポジウム、
ポストコロナ時代の人権教育・人権啓発とはのお知らせです。東京都人権啓発センターでは、ポストコロナ時代を見据え、人権教育や人権啓発をより前進させるため、現状と今後の展開を検討するシンポジウムをオンラインで開催します。日時は3月5日土曜日の午後1時30分から5時までです。当日は台湾デジタル担当政務委員のオードリー・タンさんの基調スピーチのほか、医療従事者などの子どもに対する不当な差別や格差の拡大や、リモート学習の導入が若年世代の教育環境に及ぼす負の影響などの現状を踏まえ、子どもと若者の人権をテーマにしたパネルディスカッションを行います。シンポジウムは YouTube の東京都人権啓発センター公式チャンネルでライブ配信します。視聴は無料で、申し込みも必要ありませんが、事前にチャンネル登録をすると配信開始のお知らせが届きます。詳しくは東京都人権啓発センター電話 03-6722-0085 03-6722-0085 番までどうぞ。最後に東京都からのお願いです。東京都は3月6日まで都内全域を対象にまん延防止等重点措置を延長しています。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、都民の皆さんには不要不急の外出を自粛し、混雑する場所や時間を避けて行動することや、営業時間の変更を要請した時間以降、特に理由もなく飲食店などに出入りしないようお願いします。また東京都は新型コロナウイルス感染症の陽性患者のうち、無症状や軽症で重症化リスクの少ない方にはご自身で健康観察をお願いしています。現在自宅療養の方を支援するため、体調変化に気づいた際の相談や食料品、パルスオキシメーターの配送など、療養中の困りごとなどに対応する自宅療養サポートセンターうちさぽ東京を開設しています。電話番号は 0120-670-440 0120-670-440 番、土曜日曜祝日を含め毎日24時間受け付けています。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。朝突然の痛みに不安を感じたことありませんか？茨城県の市塚さんもそんな一人。ある朝布団から起き上がろうとしたら、お尻が痛くて起き上がれなかったそう。今後の不安を抱えながら生活していた時、痛散痘を知りました。痛みは3ヶ月ほどで和らぎ、痛みを感じない日が増えていくのが嬉しかったとおっしゃっています。あなたも再瞬間製薬所の痛散痘をお試しください。痛散痘は漢方に学んだ医薬品。座骨神経痛などの痛みを徐々に和らげます。まずは無料の試供薬からお試しください。お電話は 0120-305-305 0120-305-305 朝8時から夜10時まで。痛散痘は指定第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。TBS ラジオ公演、林部聡30歳の旅立ち。叙情歌を道連れに、口ずさめば目に浮かぶ風景、耳にすれば思い出すあの日々、琴線に触れる名曲の数々を林部聡の柔らかな歌声でお届けします。3月12日土曜日、八王子市芸術文化会館で開催。チケットは各プレイガイドで販売中。お問い合わせはザ・カンパニー 03-3479-2245、または TBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。
とろーり甘口文鮮ののりつくだに、あら。あ、ここでラジオ CM の CM です。自社の商品サービスを全国に知らせるなら TBS ラジオを活用してみませんか？ TBS ラジオなら北海道から沖縄まで全国にオンエアされている番組も多数、関東だけでなく全国プロモーションまでお手伝いいたします。 TBS ラジオ資料で検索。ここで TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の長谷川真紀子さん、おはようございます。おはようございます。お伝えします。圏央道の外回りは白岡勝負インター付近、トラック同士の事故のため7キロ15分です。東北道下りは宇都宮インターと矢板インターの間、事故による通行止めは先ほど解除されました。中央道上りは首都高速4号線の幡ヶ谷を先頭に11キロ、調布からは45分です。首都高速道路は都心環状線の外回り銀座付近、緊急の工事のため3キロ15分。都内の環七通りの内回りは大久保通り入り口で3キロ半を25分です。警視庁から以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は9時21分頃にお伝えします。今世界ではおよそ7億人が飢餓に苦しんでいます。でも今や同じテーブルの人に分けてあげるように、自宅のテーブルからでも支援ができる時代です。詳しくはホームページで。国連 WFP 協会です。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。やっぱり車検はコバック、コバック車検のコバック。マキタスポーツです。音ネタが2年越しの開催決定です。 TBS ラジオ公演音ネタ5、3月18日金曜、19日土曜、草月ホールで開催します。チケットは全席指定税込み6600円、チケットピア他各プレイガイドで販売中です。詳しくは03-5720-9999、ホットスタッフプロモーションまで。ぜひ来てね。面白いよ。伊集院光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分過ぎからは毎週ちょっとアレなレコードを紹介するアレコード。今日のアレコードコレクターは俳優の半田健人さんです。10時からのゲストコーナーには元プロサッカー選手の大久保嘉人さんが登場。21年の現役生活、そして今後の目標などを伺います。10時45分頃からはおっちょこちょい話安田コレクション、お楽しみに。今週のメッセージテーマ、チャレンジしてる、するぞ、いつかなんですけど、はい、ラジオネームヒポポタマスさん、ありがとうございます。神奈川県女性41歳、はい、41歳です。コロナ禍で家にいる時間が長くなり、家でできる趣味を一つ持とうと憧れだった、41歳ですよ、うん、憧れだったバイオリンを習い始めました。おー、マンション住まいで大きな音の楽器演奏は NG です。で、調べてみるとサイレントバイオリンというヘッドフォンで、バイオリンの練習ができる電子バイオリンがあると聞きました。小さい頃から憧れだった、うん、バイオリンが家で練習ができる、気に入って購入しました。手続きをしていたら、その楽器屋さんの運営するバイオリン教室の人気の先生に空きが出たんですけど、いかがですか。いいアプローチだね。お、人気の先生に空きが出たんですけど、いかがですかと、すぐに入会して現在に至ります。不思議と縁があったのか、トントン拍子に運びました。今8ヶ月続いていますが、うん、ステイホーム時間を利用して練習を楽しんでいます。メヌエットが弾けるぐらいになりました。すごーい。いや、すごいよね。だってなんかさ、コロナ嫌なことばっかりだけど、嫌なことばっかりだけど、後ですごい上手になった時に振り返ると、まああの時コロナがあったから始めたわけで、みたいなことにもなるわけじゃん、うん、ちょっと尊敬する。素敵。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。9時です。
伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリア、オリヒロ、ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。さあ、ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュースです。小沢光輝アナウンサーお願いします。はい、おはようございます。まずニュースをお伝えする前に日本航空のシステム障害の情報です。今朝羽田空港などで日本航空の国内線のチェックインシステムに障害が発生し、一部利用できない状態になっています。空港では職員が手作業で搭乗手続きを行っていて、午前8時現在18の便で最大43分の遅れが出ています。復旧のめどは立っていないということです。では6本のニュースをお伝えします。ロシアによるウクライナへの侵攻が今日にも行われるという情報がある中、ロシア国防省は昨日夜、ロシア西部と南部で軍事演習を行っていた部隊の一部が撤収を始めると発表しました。また、ロシアのタス通信などは部隊の撤収が始まったと伝えました。周辺の緊張緩和につながるか注目されます。岸田総理大臣は昨日夜、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、外交努力によって緊張緩和につなげていくことを確認しました。緊迫するウクライナ情勢をめぐり、ロシアのプーチン大統領とドイツのショルツ首相は15日会談し、ショルツ首相は会談後の共同記者会見で、ロシア軍の一部撤収開始は良い兆候だと述べました。またプーチン大統領はヨーロッパの安全保障をめぐり交渉を続ける用意があると述べました。プーチン大統領は会談の冒頭、ロシアは長い間信頼できるエネルギー供給国であり続けてきたと述べ、ドイツとの関係を強調しました。新型コロナウイルスに感染して亡くなった人は昨日全国で236人と発表され、過去最多だった先週木曜日から一気に70人以上増えました。全国の感染者は 84,220 人でした。東京都が昨日発表した新たな感染者は 15,525 人で、先週火曜日と比べ 1,588 人減少しています。都道府県別では愛知、岐阜、栃木、香川、福井で過去最多の発表となりました。政府は今月20日に期限を迎える21道府県のまん延防止等重点措置について、沖縄県を解除する方向で検討していることが分かりました。島根、広島、山口についても解除を検討していますが、自治体の意向を踏まえ慎重に判断することにしています。一方、福島、栃木、静岡、京都、兵庫、鹿児島からはすでに措置の延長の要請があったということです。明日にも岸田総理が記者会見を開いて方針を表明する見通しです。松野官房長官は昨日の記者会見で、去年10月から12月期の GDP 国内総生産の発表に関連し、新型コロナウイルスの感染拡大や資源価格高騰などによる景気の下振れリスクに十分注意する必要があると述べました。この中で松野官房長官は、オミクロン株の感染拡大で消費者マインドが低下していると指摘しました。北京オリンピック12日目の昨日、スノーボードビッグエア女子で17歳の村瀬心椛が銅メダルを獲得。スピードスケート女子団体パシュートで高木美帆、高木菜那、佐藤綾乃の日本は最後のカーブで高木菜那が無念の転倒、2連覇を逃して銀メダル獲得です。ノルディック複合個人ラージヒルでは渡部暁斗が銅メダルを獲得しました。フィギュアスケート女子のショートプログラムは坂本花織が3位、ドーピング違反があったワリエワが首位に立ちました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。小沢光輝アナウンサー、ありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。
東京インテリアイルマ店オープン第2弾セール2月19日から27日まで開催。リビングダイニング家具の嬉しい特典もご用意。家族、部屋、くつろぎをコンセプトにお客様の暮らしをサポートします。いいものここから東京インテリア。植物性消臭液匂いのんの。介護にタバコ、トイレ、生ゴミ、冷蔵庫、ペットの匂い、ホテル、病院、食堂、自動車などの匂いを消します。水で250倍に薄めて使うので非常に経済的。匂いのんのは 0120-86-1261 フローラから。匂いのんの。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説はニュースデスク中村久人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。ちょっと入ってきたニュースで、はい、日本航空のシステムに障害が出てるんです。そうです、チェックインシステムに障害が起きてるっていうことなんですけども、なんか予約も一部ちょっと使えないという話も今入ってきて、ただどういう理由なのか原因がちょっとまだ分かってないんで、まあ復旧のめどが立ってないということで、でもこれ以上にまあ、あの運行をやめたりとか遅れはちょっと出てきそうですね、さらにね。そうですね、少なくともこの段階でもそのチェックインのシステムがもううまく動いてないっていうことは、最近はすごい便利になって行ってすぐに乗れるみたいな、はい、その感じで今日この後乗る予定の方が行っても少し時間かかるのはまずそこまでは間違いないでしょうから、ちょっとお気をつけになってください。さあ、まあ、毎日ようにウクライナの話から入ってるんですけど、またちょっと動きましたね。はい、まあ、ロシア国防省がね、部隊の一部撤収始めたというふうにもう言ってるんですよね。ロシアは言ってるんですね。はい。はい、で、これを受けて、ニューヨークの証券取引所のダウ平均株価422ドル値上がり。で、先ほど9時に始まったばっかりの東京証券取引所の日経平均株価も、一時ですけど、500円以上値上がりと。いうことで、まあ、その、緊迫の度が薄らいだと、うん、まあ、それを交換してということですよね。うん、ただ、まあ、その、始めたとは言ってるんですけれども、これを受けてアメリカのバイデン大統領記者会見して、いや、まだ確認できてませんよと。で、ロシアの侵攻の可能性はまだ十分残っていると。その一方で、外交の余地も十分あると。で、それぞれの安全保障上の懸念に対処する方法はあるというふうに言ってて、お互い、まあ、話し合いましょうという状況ですよね。だそういうところで、受けてるから少し緊張が和らいだというふうに見えると、いうことですね。でもなんか本当に、どっちがどっちか本当にわからないじゃないですか、はい。なんかその、例えばアメリカ側は、まあ、16日あたりにもう攻め込むんじゃないかって言ってたわけで。で、その、言ってたところで、ロシアは、撤退してますけど何か、はい、みたいなことじゃないですか。で、さらには、ドイツはドイツの場所と違うアプローチしてるわけですね。そうですね。まあ、ドイツっていうのは、そのロシアからのパイプラインが取ってるわけですよね。天然ガスのね。で、これ新しいノルドストリーム2っていうパイプライン、2本目のパイプラインができてて、もうこれ完成してるんですよ。はい。あとはドイツ側がロシアから受ける手続きをやれば、そのロシアからずっとその天然ガスを送られて、まあヨーロッパにこう配給できるという状態になってて、まあ、プーチン大統領にしてみると、まあショルツ首相にね、いいの？早くやってくんないと、こっちから送れないよっていうふうなことを、案にこう言ってるわけですよね。うん、でそうなってくると、まだ冬続きますから、しばらくは。うん、天然ガスはヨーロッパで、狭められると、非常にこれまずいことになってくるんで、ここはドイツとしてみれば、アメリカにも一応ちゃんと、その、侵攻すれば経済的な制裁課すよっていうふうにアメリカと同調するような姿勢は見せつつも、ただ中ではやっぱりなんとか話し合いでできませんかねっていうふうなことをやってる。板挟み合ってるって感じですよね。本当に探り合いですね。なんかその、ロシアがこうやっていろいろこう、会談をするとか、会議をすることを割と、ロシアらしかなるって方、俺の先入観なのかもしれないけど、割とオープンにしたりとか、なるべくこう話したりとか。ラブロフ外相とプーチン大統領がね、はい、やったら、あれなんか、私も見たことないですよ、今まであんな。そうですよね。見たことはないですよ、あれ。だから、なんか要するにアメリカが言ってることとか、なんか先入観としてある疑いみたいのは、難癖ですよっていう、我々こんなオープンにやってますからって、でもいくら言っても、まあ、ドイツはドイツで事情あるもんね、みたいになるから、なんか本当に読み方は難しいですね。本当ギリギリのところでお互いがどういうふうなところでその落としどころを見つけられるかどうかということですよね。ですね。さあ、そして久里さん気になるところは、GDP ちょっと発表されて、昨日なんか速報値で入ったんですけど、はい、そうですね。まあ、前期比で 1.7%、年率で 5.4% ということなんですけど、これは去年の10月から12月ですから、
緊急事態宣言も解除されて、さあみんなまたお出かけしようねって言ってた時なんですよね。うん、で、その時で、まあ前期比で 1.7%、その前期比っていうなると、そのもっともの前ですから、要するに夏場の緊急事態宣言が出てた時、それに加えて、それに比べて 1.7% しか上がってない。逆に言うとね、うん、本当だったらもっと上がって叱るべしなところをこれだけだったのかっていうふうなところが非常に気になるところ、経済的に言うと、うん。で、しかも今年に入ってからはこのオミクロン株のおかげで、また、まん延防止等重点措置もありますし、出かけるのをちょっと控えようとか、まあ、飲食店に対するあれも、制限もかかってたりするんで、絶対これ落ちてくるわけですよね。うん、で、その GDP の中の半分ぐらいがもうこれ消費なんですよ。個人消費が半分ぐらい占めてると。うん、だからそこが動くか動かないかで全然違ってくると。で、それと同時に、まあ、最近その、まあ、国交省の建設工事の受注のね、統計みたいなところで二重計上があったりとかっていうんで、本当にこの数字って大丈夫なのかよとかっていうことっていうのも当然あるわけですよね。うんうん、だから、この先、本当その、どこまで信じられるのっていうのがみんなこう広がってきちゃうと、政府の言うことってだんだん信じられないとかっていうね、ことばっかりが出てきちゃう。うん、ちょっと困った部分があるなっていう感じはしますね。そうですね。その、まあ、さっきニュースの項目に入ってた、景気の下振れリスクに十分注意する必要がありますよの前に、少しでも上がったっていうことがみんなの気持ちを上げるはずなんだけれども、すでにいろんな数字にみんなが疑いを持っちゃってたりとかする中で、そういう効果も薄いっていう。いや、本当そういうことなんですよ。で、その、この GDP っていうのは、まあ、まあ、経済成長率、去年の部分と今年の部分と比べたら経済成長はこれぐらいですよってなると、それは何に影響してくるかっていうと、次の年の予算に影響してくるわけですよね。はい。それをもって、経済見通し、来年はどれぐらいの税収が上がるでしょう、だからこういう予算組みましょうって考えていくわけで、そこの元になる部分っていうところに、その、自分たちのさじ加減でね、できちゃうようであれば、自分たちが好きなように経済の見通しとか勝手に作っちゃって、で、しかも、ほら、そういう通りだったよっていうことを裏付けるための統計っていうのも、またちょっと鉛筆で消しゴムで消したりとかっていうようなことがあったりすると、両方とも信じられないっていうような状況が起きちゃうんで、だから政府は、本当そういう部分のことをきちんと明らかにしてね、今までのところでどういうところが問題で、この後どういう体制できちんとやるように、その透明度を図るんだっていうようなことをね、やってほしいなと思いますね。うん、なんか、まあ、一昔前に僕も無知なのにもかかわらず、例えばどこどこの国がこういうのを発表しました。まあでも、あの国の言うことだから話半分だよね、みたいなことってあるじゃないですか。だから日本が、国民に、それから世界からどう思われてるのかっていう、で、この数字、こういう数字が、正しい国なんだって思われるためには、ちゃんと検証とか反省とか、それから今後の対策とかを、きちんとやってからじゃないと難しいから。まあ本当そういうことですよね。さあ、それからですね、まあもちろんニュース連日入ってたんですが、ここであんまり触れてなかった、オリンピック、はい、東京オリンピック北京の、ワリエワ選手のドーピング問題、なんか おかしなとか変わったっていうか。ロシアのね、はい、なんか、まあ要するに去年のロシアの国内での大会で採取した検体から、はあ、まあ禁止薬物が検出されたと、はいはい、いうことで一旦、資格は停止にしたんだけど、ワリエワ選手側から、まあそれはちょっとおかしいんじゃないのっていうことで異議申し立てがあって、すぐ解除して、オリンピックに出場したと。で、それはおかしいんじゃないかっていうことで IOC と世界反ドーピング機関が、まあ、スポーツ仲裁裁判所に、提訴したら、スポーツ仲裁裁判所は、いや、そのワリエワ選手っていうのは15歳で16歳未満の保護対象になるから、出ていいよってなっちゃったと。だから IOC も WADA もこれ納得してないから、一応団体でね、金メダル ROC、まあ、ロシアのオリンピック委員会は取ったわけですけれども、メダルの授与式やってない。この大会期間中にはやらないっていうことを決めたし、それから今、個人種目でワリエワ選手、昨日のショートプログラムでトップだわけですけれども、これで3位以内に入ったら表彰式もやらないっていうふうに IOC 言ってるんですよね。将来もしかしたら失格になるかもしれないからと。なんかちょっと本当、このあたりもだから、その信じられないっていうか、どこからどこまでが、その国ぐるみっていうことはね、まあ今までもロシアって認められてきてたわけですけれども、本当にこれワリエワ選手自身がそういう薬を飲んだのか、それとも周りの大人たちがそういうことを飲ませたのか、そのあたりもまあはっきりしないんでね、なんかこうすっきりしないですよね、こういうのね。
なんかもう謎だらけなのは、そういう反応は出てるんだけど、競技に出ていいですみたいなことがまずわからないじゃないですか、我々。で、わかんなくて、なんでなんですかって、その、16歳未満の選手に関しては、保護するんですみたいルールがあるんですと、あれ、そういうルールがあるのってなるけど、そのルールもよくわかんなくて、むしろそういう年がもいかない少年少女たちが、汚染される可能性が上がるようなことは少しでも減らした方が良さそうだし、あとちょっと話で出てきた、なんかおじいちゃんかおばあちゃんの飲んでいる、その薬の、そう、入ったコップを使ってたからじゃないのみたいなことが家族から出てくるじゃないですか。そうするとね、普通に考えて今までのケースで、そう、じゃあおじいちゃんかおばあちゃんの使ってた、その薬の残りが入ってたんだったら、しょうがないよね、じゃあ合格ですってなったことなんかないじゃないですか、はい、そうやって考えると、あの家族がやってる会見って誰のためってなっちゃうと、なんなのそのドーピングの黒幕のためにしか俺あれならないような気がするんです。だってある意味認めちゃってるわけじゃないですか、薬物が入った可能性を認めちゃってるわけじゃないですか。なんかそこにいろんな闇をもう感じる。いや、本当そういうことなんですよね。だからドーピングっていうのはダメだっていうことは年齢を関係なくダメなわけですよ。はいはい。確かにそのワリエワ選手のあの演技とかものすごく素晴らしいから見たいっていう気持ちもあるし、ただけどそれとドーピングとは全く別の話なんでね。うん。だからそのあたりっていうのは年齢関係なくルールはルールとしてきちんと守んなきゃいけないっていう気はしますけどね。うん、そうなんですよね。で言ってその、今時選手が自ら好んでそういうものを摂取してるっていうケースは僕はなんか少ないように思うんですね。そうすると言われて大丈夫だからって言われてるものの中に入ってるんだろうって、まあいろんなケースを見るとが多いんだろうと思うんですね。でそんな中でその16歳未満の人の処分が甘くなるみたいなことってなりかねないような決まりってちょっとおかしいですよね。あと何よりこう一緒に競技してる人たちはどんな気持ちで競技していけばいいのみたいな。いやだから日本だって団体で銅メダル取ってるんだけど、これもうメダルもらえないまま帰ってくることになるわけですよね。だからそうすると日本選手にとってみても何だったんだんだけど我々が努力したのはっていうようなね、そういうことにもつながりかねないですからね。まあ確かにその時にもしロシアのところが失格、ワリエワ選手が失格になったら銀メダルに繰り上がるっていうふうなことにはなるわけですけれども、これだとスッキリしないですよね、日本の選手団にしてもね。で、毎回そうなんですよね、あの種選手ってドーピングだったけど、メダル、金メダル持って帰っちゃって、で言って、本当は室伏選手が相当繰り上がるんだけど、なんかその、後に繰り上がったところでなんか、なんか盛り上がりにも欠けるじゃないですか。で、もっともっとこれ時間取って、本当は話さなきゃいけないことですね、おそらくね。はい、佐々さん、次回いっぱいです。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。あなたのそばに。揺らぎがちな年齢だから、健やかで美しくありたい。エクオールと発酵高麗人参エキスがあなたの毎日をサポートします。気になりだした女性たちにオリヒロエクオール&発酵高麗人参。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は東京インテリアオリヒロほか各社の提供でお送りしました。毎週土曜深夜1時から放送中、エレカタの決意、番組スタッフのベッターです。エレカタはエレキコミックと片桐仁さんによるユニットということは皆さんとっくにお分かりですよね。そんなエレカタが開催したコントライブ、燃えろコントの人の配信チケットが現在販売中です。今回のコントライブ、リスナーからスタッフになった僕も太鼓判を押す空前絶後の面白さに仕上がっております。15年の歴史を誇るエレカタコントライブ史上最高傑作です。多分これを見ればあなたの心が燃えてくる魂のコントライブをドンとミスイ。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。番組スタッフのペッターでした。感情一つもねえじゃねえかよ。アートを見る、アートを買う、アートと暮らす、日本最大級の国際的なアート見本市、 TBS ラジオ公演アートフェア東京2022。テーマはアートアートアート。さまざまな価値観を創造し、多様な人々を結びつけるアートを感じていただける企画展示やプログラムも展開。アートの今、今のアートをご堪能ください。3月11日から13日までアート作品を見て、そして購入する3日間、東京国際フォーラムで開催。詳しくはアートフェア東京で検索。
ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方は晴れて、昼は日差しが暖かく感じられそうです。朝に雨が降っていたところもほとんど止んできていて、千葉のごく一部で残る程度となっています。この後は平野部では広く晴れて、お洗濯日和になりそうです。スギ花粉は少ないながら飛ぶでしょう。で、北部の山地では、昼前から雪が降りそうです。で、最高気温は11度から12度くらいで、昨日より少し高くなるでしょう。ただ午後は北風が強まってきて、夜は寒く感じられそうです。で、明日は晴れますが、強い寒気が流れ込む見込みです。日中も9度前後と気温の上がり方が鈍いでしょう。で、この先日曜日に雨となるんですが、雨の後に気温が高くなる可能性があります。スギ花粉が多く飛ぶかもしれませんので、症状のある方は日曜日お気をつけください。以上です。気象予報士の長谷部愛さんでした。キニマンス塚本二希です。今日の明日のカレッジは、イギリス出身の着物研究家、シーラ・クリフさんをお迎えします。着物の魅力、着物文化で知る日本、シーラ流の着こなし、さらに着物との出会いで一変したシーラさんの人生模様を伺います。今夜10時から。時刻は9時21分です。ここで、チューリッヒ保険会社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道の外回りは、埼玉県の白岡勝負インター付近、トラック同士の事故のため7キロ25分です。中央道下りは、岡谷ジャンクション付近、車両4台の事故のため影響で渋滞が、長野道の上りへ渋滞が伸びています。中央道反対の上りは、首都高速4号線の永福を先頭に6キロ25分。このほか首都高速道路は、都心環状線の外回りは銀座付近、緊急の工事が行われているため3キロ15分です。神奈川県内では新湘南バイパスの上りが藤沢インターで3キロ。埼玉では県道埼玉東村山線の上りは桜区田島で2キロ半。都内では日光街道の下り、足立区千住で車両2台の事故のため車線規制が行われています。このほか川越街道の上りは熊野町で3キロ半20分です。警視庁から以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。次は9時52分頃にお伝えします。自動車保険見直すならチューリッヒ。チューリッヒ？チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。チューリッヒのスーパー自動車保険。お見積もりは0120-455-572、455-572。三、はい。桃太郎、桃太郎。現場で使う消耗品をネットで注文、桃太郎。今日は測定測量用品の日。10%。現場の見方、モノタロウ。で検索。笑顔。生島ひろしの笑顔健康玉手箱。今回ご紹介するのは、笑顔の勧誘サメ玉。人生100年時代、趣味も仕事も体が資本。栄養豊富なあの勧誘に着目。深海ザメの生命力を生勧誘 100% でサプリメントに。ひらがなのサメ玉で検索を。笑顔の勧誘サメ玉。こんにちは、船越英二郎です。ご存知ですか？葬儀費用って実は、お墓や遺品整理、法要など、お葬式以外にもいろんな費用がかかるんです。もしもの時、大切なご家族に負担をかけたくないですよね。そこで、メモリードライフの始めやすい葬儀保険。満60歳女性、死亡保険金額100万円の場合、保険料は月々690円で始められます。医師の審査は不要で、満89歳までお申し込みいただけます。死亡保険金は適用条件を満たせば最短で翌営業日にお支払い。葬儀以外にも様々な用途にお使いいただけます。これなら始めやすい。始めやすい葬儀保険。資料のご請求は0120-244-888までご相談ください。メモリードライフ。ここでラジオ CM の CM です。音声広告の制作をお考えなら、今お聞きの TBS ラジオ活用してみませんか？ TBS ラジオなら、自社スタジオで経験豊富なスタッフが直接お手伝いいたします。
CM 制作の価格表もご用意しました。 TBS ラジオ資料で検索。伊集院光とラジオとあれと、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとあれと、あれなレコード、あれコード。時刻は9時25分です。今日のアレコードコレクターは俳優歌手そしてアレコードコレクター、半田健人くんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。伊集院さん、早速なんですけれども、あの男からですいません、あのバレンタインデー一応そのやつね、はい、はい、桜山チョコジロ持ってきましたんでなぜか、はい、半田くんの超一押しの桜山チョコジロってお菓子があるんですよ。で言ってこの桜山チョコジロ確かにうまいよね。はい、美味しいですね。確かにうまいんですけど、この間注意したのは、はい、1グロス持ってきたんです。1グロスは多いよって言って1箱なんですけど、はい、1箱もそこそこのもんですよ。そうですね、体積になかなかありますんで、ねえ、TBS でお召し上がりいただいて、ね、みんなでお召し上がりください。桜山チョコジロなんでこんな好きなんですか。あのね、そのマスコットが僕結構壺に入っていまして、なんか多分猿か類人猿か何すかこれ、なんでしょうね、多分妖精ですね。妖精、うん、なんかウルトラマン出てきたピグモンみたいな可愛いやつなんですけど、はい、うん、可愛いんです。じゃあもうまずチョコジロー推しなのね。そうです、もうチョコジローが幸せそうな顔をしてると僕は幸せになれるんです。あのね、半田くん、あなたも大事な告知があるのよ。あ、そうですね。にもかかわらず、柵山の話だけしてる場合じゃないのよ。確かに。マネージャーさんも困って、柵山はいいから、イベントの告知これ大事だからっていう。これ気合入ってます。3月の19日土曜日です。バンドスタイルでのワンマンライブやります。はい、で、タイトルが、ヒストリー・オブ・半田健人。で、場所です。もうメモっちゃってください。原宿にある大人のミュージックレストラン、ラドンナ原宿、原宿です。で、時間が夕方の5時半開場、6時半開演です。で、チケットが前売りで6800円、当日7500円。で、これは気合が入ってるのと、はい、あの、本当に腕のいいバンド入れるってなると入場料、まあ、ちょっと上がっちゃうしょうがないね。そうですね。うん。でもそれだけのステージを必ずお送りしますんで。うん。迷ってる方、もしくはまだ半田のステージ見たことないって方はね、今回のを見た方がいいです。ね、ぜひ、こっから入ってくれと。こっから入ってください。で、今まで見た人もさらにパワーアップしてますからお願いしますよと。はい。ほら、もう、チョコジローの話してる場合じゃないじゃないですか、ね、ありがとうございます。で、念を押しておきます。3月の19日土曜日です。ヒストリー・オブ・ハンダ・ケントです。詳しくは、ハンダ・ケント君の公式ホームページ、それからと、ラドンナ原宿会場のホームページ、こちらの方をご確認ください。はい、ありがとうございます。さあ、そんな中、はい、今日1曲目のレコードの歌手名とタイトルをお願いします。はい、1曲目、木の実奈々さんで、真っ赤なブーツ。これが1967年ですから、まさに僕の生まれた年に発売で、はい、すごいのが、木の実奈々さん、この時点21歳なのね。俺が生まれた時はもう21歳なんだけど、うん、はい、この時点で、20枚目のシングルなんですね。そうなんですよ。もうキングレコードが頑張ってましたね。うん。もうとにかく、結構このペース早いんですけど、この当時の歌手の方ってね、年間に4、5枚出されるの結構あったんですよね。今よりずっと早い。今より全然多いですよ。その分売れたんですよね。その平均の購買数が高かったんで。でも21歳の木の実奈々さんが真っ赤にブーツと、なんか真っ赤なミニのワンピース。うん、まあめちゃめちゃ綺麗で、ちょっと大人っぽい、色っぽい。ね、さあこれ聞きどころポイントどこですか。聞きどころはですね、まず歌い出しにちょっとびっくりしていただいて、ほうほう、まあ、びっくりというかビクッとする感じの歌い出しになるんですが、作詞がですね、グループサウンズの大家でもあります橋本淳先生なので、はい、で橋本先生って結構ね、突飛なテーマで詞を書かれると、もう本当に素晴らしい作品をいっぱい残されてまして、なんて言うんでしょうね、こう頭で考えずに腕で書くみたいな、はあ、はあはあはあ、思いついた通りにこう進めていくみたいなところがありまして、なんかそれはちょっと通じるのは、はい、これ河本博さん来た時の、はい、もう詩自体にそこまで意味とかいらないんだよ、
気持ちいいとかかっこいいとか、そうです、まさにそういうことでいいじゃんっていうことをもうすでにっていう人なわけですね、はい、そうなんですよね、しっかり聞くなってことですね、要するになるほどなるほど、もう乗ればいいじゃん、乗ればいいと、入ってくればいい、わかりやすい日本語であればいいということです。で僕は僕の聞いたポイントはブーツっていう単語の多様性です。掛け声として合いの手として、はあ、まあブーツって言っとくといいっていう。とにかくブーツをすごく推している曲ということですね。で21歳にして多分声わざとだと思うんだよね、はい、かなり潰してますよね、アスキー入ってますよ、わざとなのかそういうお声なのかわからないですけどね。さあ木の実奈々さん、真っ赤なブーツ。ブーツ、あなたの好きなブーツ、真っ赤な色は恋をつかむのさ。ブーツ、激しい恋はブーツ、真っ赤なハート、冷たい人は嫌い。私の心は燃えている。ハートブレイク、ホテルに着くまでは強く愛してブーツ。涙は嫌いブーツ、激しい恋が私の命なのよ。ブーツ、真っ赤な色は恋をつかむのさ。ブーツ、涙は嫌いブーツ、激しい恋が私の命なのよ。すげえかっこいい、うん、かっこいいですよね。ブーツって何通りの言い方あるんだろう。強いブーツ、弱いブーツ、エロいブーツ。うん、ねえ。で、それこそ同じハスキーの、安田美香としてはどうですか、あの感じは。いや、かっこいいですね。のっけから来ましたね、のっけから。そう、ビクってなりました。ビクとなるんですよ。そこから入るんだっていうね。うん、一言目がブーツですから。そうなんですよ。ブーツ始まりなんですよ。ブーツ始まり。なんかだけど、半田くんで言うと、だってもう物心ついた時に、はい、木の実なら超大人でしょ、もう。そうですね。どちらかというと、もう、刑事ドラマの。危ないデカ、ええ。危ないデカですら下手したら再放送だもんね。そうですね。見る年齢は。あんまりリアルタイムの記憶じゃないんですけど。でいて、もう完成されてるから、はい、音聞きながら、あれぐらいの感じの木の実ならさ、そうなんですよ。だからもうソバージュの木の実ならさんが歌っておられるようなイメージですよね。はい。すごい。だから、でも、この後多分アメリカ行かれて本格的にミュージカル修行とかなさって、うん、エンターテイメント修行なさって、でいて、もう押しも押されもせぬみたいな感じになってくるんだよ。ブーツだね。ブーツ押しですね。ブーツ、そうそう、ね、もう言いたくなるもんね。ブーツって。ブーツ、うん、ブーツ、ブーツ、ね、さあ、2曲目のアレコード。はい。歌手名タイトルお願いします。2曲目は、トリオザ・マンティスで、あなたが好き好き。いや、トリオザ・マンティス、これ1966年発売されているシングルなんですけども、はい、女性1人、男性2人の3人組のグループです。ジャケ写を見ると。はい、ミノルフォンレコードだ。そうです。あの遠藤先生による作品です。さあ、ポイントどこですか？ポイントはですね、ここにね、歌詞の中に、愛の手って言うんですかね、うん、女の人が、うん、わーっていう声を入れるんですよ、はい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 、この声の入れ方がですね、僕ツボに入っちゃいましてしかも回数が多いんですね、わーの、これもブーツ同様で、序盤のわーがぎこちないっていうか、本心のわーじゃねえんじゃねえかみたいな、そうなんですよ、舐めてんですよね。で、だんだん
本心になっていくんですよ。最初はお世辞っぽいんですよ。お世辞っぽい。そうなのよ。あなたが好きって言ってるからそれは褒めてんだけど、うん、で、そこにわーなんだけど、本当にわーって思ってるって言うと、あのテイク取り直した方がいいですけど、あのテイクが味なのかな、逆にね。それで持っていかれたんで、やっぱりね、こういうなんていうの、その違和感っていうんでしょうかね。はいはいはい、この違和感は大事だなと、人の心をつかむのにね。はい。はい、その違和感を楽しんでもらいたい。なんか基本的にはまずメロディー自体はわこれ半田くん好きだろうなっていうまあサウンドですよねの音楽はね、はい、でいて僕は男2人女1人じゃないですか、はい、で歌自体はあなたまあ、あなたが好きで多分私も好きなんでしょう両思いの感じなんですよ、うん、だけど男のパートがユニゾンで2人で歌うじゃないですか2対1なんですよね。意味がわかんない。2対1の歌じゃどう考えてもないんですよ。2人であなたが好きって言ってて、うんはい、同じユニゾンで、私もっておかしくないなんか、ね、私はどっちがって話じゃない。その感じの謎です。では、ちょっと本当に音楽もいいんで、トリオザ・マンティスです。あなたが好き好き。素敵本当に素敵私もよルラルラ私もよルラルラ好き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 なの好き好きデートはどこにデートはどこにデートはどこに、うん、あなたは素敵本当に素敵私もよルラルラ私もよルラルラ好き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 なの夢中こんなに夢中いつまでもルラルラいつまでもルラルラ好き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 なの好き好き心は燃えて心は燃えて心は燃えて、うん、あなたに夢中こんなに夢中いつまでもルラルラいつまでもルラルラ好き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 なのどこにデートはどこにデートはどこにデートはどこに、うん、あなたは素敵本当に素敵
私もよ、ルラルラ、私もよ、ルラルラ、好き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 なの、まずなんかその、この時代の、本当に半田くんが、もう憧れて憧れるサウンドですよね、はい。そうなんですよ。この道録で音が回ってる感じのビッグバンドの音。これはだから、歌自体は別に撮ってるとしても、はい、全体一遍でもうバンドの方は撮ってるよと。そうですね。制度でバンドでは撮ってますね。なんかあの、ホーンの震えの感じとか、はいはいはい、めちゃめちゃいいですよね。もうジャズマンの息遣いがね、こう聞こえますよね。はい、でいて、やっぱりね、あの歌詞に進展がない。そう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 、ね。これ4分ぐらいあるんですよ。うん、はいはい、長い割に全然話がね、はい、充実してないんですよ。でいて、やっぱりこの女の人、そんなに好きじゃねえんじゃねえかなと思うのは、好きだって言うじゃん。ね、まあ、二人同時だけど、好き好きって言って、言って、どっちとも言わずに好きって返してるじゃん。で、じゃあもう次のステップでデートはどこにって言ってるのに、それに対しての答えが、デートはどこにっていう。オウム返し。こいつ時間いくらだなと思って、少し伸ばしてんなと思って。伸ばしていかないとっていう、デートはどこにもキャッチボール10回ぐらいやってる間に、すいません、料金の方が、みたいな感じの、カラオケで言うとこの、電話鳴っちゃう感じの、あと5分ですけど、みたいな、そういう感じの匂いがする。その発想は新しかったな、面白い、それは。なんか、その、いわゆる、当時で言うキャバレーや、ああいうところに、ラウンジについてる女の人が、二人の好きを曖昧に受け止めてる、それがあんま気のない、うん、わあ、わ全然気がないね。素敵って言われて、わあっていう。そうだ。それ正解ですよ、この歌の。そんな感じします。遠藤先生がご覧になった風景です、これ。ね、データのバンド感とかもグランドキャバレーの感じちょっとするから。生音でね。さあ、じゃあ。三曲目、俺も大問題作だと思うんですけど。はい、これね、一見健全な歌なんですよ、雰囲気も、はいはい。グループ名、ザ・ダウンビーツで、タイトル、スキーは楽しい。はい、今度1968年なんですけど、はい、ザ・ダウンビーツ。まあ、今の季節にぴったりですからね。例えばスキーシーズンですね。そうですよね。この、グループサウンズ、ザ・ダウンビーツ。はい。これどんな人たちなんですか？まあ、GS という色はあんまないんですね。要するに、その、バンドリーダーが集まって、うん、プロになったという、そういうちょっとユニット的なところがあるんですけども、コーラスグループのような雰囲気が強いです。で、僕はね、この曲のタイトルを最初見たときに、怪しいと思ったんですよ。うんうん、スキーは楽しいではなくて、楽しいで止めてたので、はいはいはい。これは、予感がするなと。何かと。何かっていう。で、よかった。よかったです。で、歌詞がですね、巨匠、吉岡治先生なんですよ。で、吉岡先生は天城越えなど素晴らしい作品たくさん書かれてるんですが、演歌はいいんです。ところが、うん、ポップス寄りになると、うん、ちょっと、あれな感じになるんです。なるんですか。代表作に、キャプテン翼の主題歌とかね。あ、うん、割とこう、言葉遣いがユニークだ。僕はね、もう、これすごいなと思う。最初聞いたらもうこんな言い方なんだけど、バカっぽいの。うん、ものすごいバカっぽいのね。で、はい、のどかなの。とにかくのどかなの。うん、だけど、ずっと聞いてるうちに、歌詞ひどいこと言ってねってなってるから、のどかさに騙されずに聞いてください。はい、最初、バカっぽいけど、のどかな好青年がみんなでスキー行くんだなーっていうね、感じなんですけど、途中から、お前らはもうスキー場に行くなって感じになってきますから。ザ・ダウンビーツ、スキーは楽しい。休暇が取れたら急いで行こうよ、スキーを担いで汽車ポッポシュポポ、汽車ポッポッポシュポポ、あいや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 満員だろうな、あいや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 いお構いなしさ、
スキーは楽しい白銀桁立てて一度転べば忘れられない忘れられないあいや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 骨折だろうがあいや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 お構いなしさロッジも楽しいストーブ囲んで向かいのあの子にウィンクしようウィンクしようあいや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 不美人だろうがあいや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 お構いなしさが終われば急いで帰ろうおうちで待ってる山の神様山の神様あいや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 不機嫌だろうがあいや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 お構いなしさいや、さ、最後まで聞いてどうですか腹が立ちました。いや、女性としてはね。最初油断するでしょ、うん、いや、のどかでね。この4コーラスの、その、4番までの歌の4コマ漫画館で言うと、うん、最初、コボちゃん見たらええじゃないですか。そうですね。のどかなやつ。のどかですね。ね、キッシャポッポ、シュッシュポッポするじゃないですか。うん、で、言って、一回転んだら、骨折すんなっつってなったら、そんなことを思いながらスキー行くんだっていう。で、しかもそれに構わないというね。はい、で、その気象転結の天のところで、はい、ロッジの向かいのあの子にウィンクするって言い出すわけじゃん。で、しかもその後に、不美人だろうが構わねえって言い出しちゃった。ひどい。ひどい。失礼な言い方ですね。この時点で相当ひどいじゃないですか。うん、で、最初で4コマ目で、神さんいるんだってこいつ。山の神様お家にいらっしゃるんですね。不倫だったんだって。いや、ちょっとひどい。不倫、ナンパしに行った休暇ができたらね。すごいよね。すごい歌ですね、これ。全部こう聞き終わったのに、えって思う感じ。それをこの健康的なサウンドに乗せてるわけですから。はいはいはい。そうなんですよね。このバランス感ですね、やっぱり。いや、なんかさ、普通の学生のイメージじゃん、なんか。大学生とかがちょっとこう、スキー行って、ノリでナンパする、ノリで骨折する感じ、うん、で軽くしたいと思ったら、うん、お前最大者なんだって言う。最大者が何記者ポッポシュシュポッポつってんだよっていう感じの。うんうんいやー最後の最後までいいものいただきましたねえ、ええ、なんかまたこうプライベートでもいろんなあれの曲を教えてほしいし、はい、あとアレコードコレクターといろいろ話してるのは、はい、なんかコロナとか落ち着いたら、はい、アレコードのイベントとかやりたいよねやりたいですねなんかこのアレコードコレクターってみんなちょっとリスペクトし合ってるからいやもう僕もそうですよちょっと面白そうだな、はい、話してます、ということで半田健人くんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたケージ電気お、親切だなブーズバリ丁寧でしょう何してんのさ接客力の研究ですえ、わかったの全然何でも聞いてねみんな大好き新製品が安いケーズ電機ケーズ電機に行かなくちゃ伊集院光とラジオとあれとこの時間はケーズ電機ほか各社の提供でお送りしましたうすいみとんです次回2月18日の金曜ボイスログはおうちでインスタントラーメン特集あなたの推しインスタントラーメンを教えてくださいゲストは希代のインスタントラーメンマニア大和一郎さん金曜朝8時30分からはいいらっしゃいませ私中トロウニそれからタイでお母さんは私はお任せでいいわお母さんいつもお任せねお任せするのが一番なのよ任せるって安心です心はずっとそばにある永代供養なら永代
お待たせしました、ご主人様、もえもえオムライスです。あ、まだ食べないで、今からケチャップで幸せの呪文を書きます。よいしょよいしょ、できました。幸せの呪文、街の明かり、心の明かり、パチンコ&スロット結構な。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めていない方も 0120-66-8251 ガリバーへ。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんですけど。はい、無料でご自宅まで伺い査定いたします。いくらぐらいになるの？タンスに眠っていた着物一式とアクセサリーで36万円で買い取った実績もあります。買取金額にご納得いただければ、その場で現金でお渡しします。その場で出張査定お願いします。着なくなったあなたの着物、着物出張買取のバイセルが買い取ります。お電話は 0120-09-09-06 09-09-06。石井正則と引田聡がお送りする自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。健康にいい、手軽で経済的、また自転車に乗りませんか？子供の頃は皆さんサイクリストでしたよね。僕たちが補助輪となり、自転車の魅力を分かりやすく発信、日曜夜6時30分から。バリに魅せられた人たちへ、心癒されるリゾート住宅ヴィラステージ、TBS ハウジング伊勢崎会場にてモデルハウスを公開中。リゾートを日常に、カユスタイルハウス。お元気ですか、生島博史です。膝関節の痛みでお困りの皆さん、再春化製薬所の通算とはご存知でしょうか。歩き始めが特に痛いという方、またはですね、歩いているとだんだん痛くなったり、痛みが辛くて長く歩けないという方、そんな皆さんの辛い膝関節の痛みを通算とは少しずつ和らげます。一人で痛みを我慢したり諦めたりしないで、一度通算とお試しになってみませんか。膝関節の痛みをはじめ、肘の関節、肩や腰の痛みを緩和する通算とは5つの生薬、麻黄、翼翼仁、漢方医、強仁、肝臓を配合した漢方に学んだ医薬品です。辛い膝関節の痛みでお困りの方、ぜひ一度お電話ください。通算等の無料の試行薬のお申し込みですが、フリーダイヤル 0120-305-305、 0120-305-305 です。電話番号をくれぐれもお間違いなく。朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。時刻は9時52分です。TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の長谷川真紀子さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道の外回りは白岡勝負インター付近、左側でトラック同士の事故のため12キロ30分です。首都高速道路は5号線の上りが板橋本町で6キロ半を30分、都心環状線の外回りは銀座付近、緊急の工事が続いているため3キロ15分です。そして間もなく警備のため9時55分からは2号線の上り天元寺、そして10時からは都心環状線の外回り霞ヶ関の入り口が一時的に閉まる予定です。神奈川県内では国道1号線の上りが藤沢市城南で2キロ、埼玉では新大宮バイパスの下り桜区町屋で1キロ半、千葉の国道16号内回りは市原市八幡浦で1キロ半、都内では日光街道の下り足立区千住5丁目では2車線を使って事故の処理行われています。警視庁から以上です。警視庁の長谷川真紀子さんでした。次は10時25分頃にお伝えします。学級委員、体育委員、理科委員、クラスにいろんな委員がいるように、あなたの町には民生委員がいます。困った時は民生委員、児童委員にご相談を。民生委員。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。カードローンの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10
王様、作物を線虫から守るにはネバトリンエス流剤だ。殺線虫効果は心配無用、問題ない。ガス抜きは不要だ。揮発性もなく使いやすい。土性も選ばず、土壌水分の影響も少ない。さすがネバトリンエース。これぞネバトリンエース流剤。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。TBS ラジオ一員光とラジオと、この後10時から元プロサッカー選手の大久保嘉人さんをスタジオにお迎えします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎ファンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマはチャレンジしてる、するぞ、いつか。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から厳選した小豆と甘栗を使用した栗かのこと、甘さを抑え自然の風味を生かした芋羊羹、国産シャインマスカット果汁を使用したシャインマスカットゼリー、ぜんざいに一口タイプの羊羹が入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンにフルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感のフジヤデリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ラジオネーム孫子の代まで、多分孫子の代までじゃなくて孫子の代までって、うん、ルビーが振ってあるから孫子の代までなんだろうね。はい。54歳です。同い年。ありがとうございます。筋トレを30歳から始めて24年。唯一の趣味として毎日のようにジムに通っています。毎日。家族からはやりすぎ何のために鍛えてるのなど言われております今年こそ何かその痕跡を残したくて、ベストボディジャパンの大会にチャレンジしたいと思っております。おー。ただコロナ禍なので大会は行われているようですが、もう少し収まってくればと機会を伺っております、うん、なお体脂肪率は一桁をキープしており、すごい日々鍛えております。いやー、あ、そうです。一桁ってどんななんだろうね。焼肉だったら俺のがうまいよ多分ね、まあ、でも赤身の美味しい肉もあるからね、ラジオネームごじまるさん、ありがとうございます。46歳長野県。はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。私は一度でいいからスカイダイビングをやってみたいと思っています。ああ、うわー、絶対嫌だ。私も無理ですねえ。いやー、経験者の友人から聞くと、あの 3000m の高さから飛ぶと人生観が変わるとか、生きている意味であったり、大空を飛びながら生きているっていいなと思うそうです。ほー、もう大丈夫、そこそこ今もいいなと思ってますから、生きてるっていいな、ね、しかしそこで問題があるんですが、私は伊集院さんとほぼ同じ体重で、いや、マジで行く、おい、本当でのやりたいと思う、パラシュートの綱が途中で切ないか心配なので、はい、まずは体重を2桁に戻してからチャレンジしてみたいと思います。あ、俺はもう絶対ジェットコースターとかですら嫌だからね。落下速度とかやっぱ速くなるんですかね。わかんないけどさ、なんか俺で試してないじゃんって、なんかその、思っちゃうんだよ。中肉中背の人で試されてもって。まあまあ、ある程度試してんだろうけどさ、ね、すごいなぁ。ねぇ。ラジオネームかけるさん、いけないか、あと10秒だ。あと10秒って言われた。そうでした。すみませんでした。ランチパック小芝風花です。実は前からランチパックよく食べてるんですよね。私が好きなのはじゃじゃーん、ピーナッツ、それとチョコレート系の甘いもの。やっぱり私はランチパックだよね。山崎ランチパック。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。
北海道の美味しさをまっすぐ。北海道の酪農家の会社、四つ葉乳業が10時をお知らせします。TBS ラジオ、伊集院光と、ラジオと、大久保嘉人と、おはようございます。今日は伊集院さんと安田さんに僕の全てをいっぱい引き出してもらいたいと思います。よろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。わっしょい、アシスタント安田美香です。そう、今日のゲスト、はい、元プロ野球、元プロサッカー選手で、もう元って感じはまだしないけどね。そうですね、元プロサッカー選手で、サッカー日本代表もしました、大久保嘉人さんです。はい、聞きたいこといっぱいあるんだけど、俺は2つ、はい、うん、あのオーバートレーニング症候群って言って、ね、うん、一時そのオーバートレーニング症候群で、それこそもうそのマスコミ論調としては大久保もうさすがにダメだろうみたいな感じだったよね、うんうん、でそこからすごいこう復帰してくる感じと、うん、はい、あと国見高校サッカー部だよね。そうですね、はい、国見高校のサッカー部ってどんなっていう確かに聞いてみたい。なんかね、うん、俺らの頃は野球で言うと双日がすごい強かったの、はあはあ、で俺らの自慢は双日にギリコールド負けしなかったからっつってでそれがもう、お前、はい、先輩の代はすごいんだぞ、双日になギリギリコールド負けしなかったんだからっつってもう自慢にずっとなってたぐらいだから国見ってどんななんて。安田は何、私もさっき伊集院さんが1個目でおっしゃったそのオーバートレーニング症候群になった後に川崎フロンターレに移籍して、大爆発するよね。そう、3年連続得点王っていう、30代になってからですよ。なんかすごいよね、すごいなと思って。あとはあとはだってもう来てもらえよだからということで大久保嘉人さんこの後すぐ登場です。開局70周年記念 TBS ラジオ公式読本、おかげさまで10版出題好評販売中です。森本武郎、大沢優里、生島博士、爆笑問題、伊集院光、ライムスター歌丸、赤江玉緒、ジェーンスー、荻上チキなど総勢30人を超えるパーソナリティが登場。久米博士、荒川京慶、小堺和樹、関根勤、岸谷五郎らによる紀行文、毒蝮三太夫が語る TBS ラジオ、長峰由紀、富山恵里が語る永六輔など70年の歴史を楽しめる内容です。責任編集武田砂鉄、開局70周年記念 TBS ラジオ公式読本は税込み1760円。ぜひお近くの書店などでお求めください。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、大久保嘉人さんは1982年生まれ、福岡県出身の現在39歳。長崎県の国見高校3年生の時、インターハイ、国体、高校選手権の高校3冠を達成。2001年、 J リーグのセレッソ大阪に入団すると、闘争心あふれるプレーと得点力で存在感を発揮し、23歳以下の日本代表として2004年のアテネオリンピックに出場しました。またスペインリーグなどでプレーした後、2010年の南アフリカワールドカップと2014年のブラジルワールドカップに出場。さらに J リーグ史上初となる3年連続得点王にも輝きました。そして去年 J1 通算最多得点など数々の記録を残し、21年間の現役生活に別れを告げた大久保嘉人さんが本日のゲストです。ということで、スタジオには大久保嘉人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もう前振りでも言ったように、もう聞きたいことは渋滞してるんですけど、はい、一番聞きたいところは、はい、今引退してどうですかっていう。ああ、そうですね、はい。引退してまだ2ヶ月くらいなんですけど、まあ今テレビとかラジオとかに出させていただいて、
まあ、すごく忙しくやらさせてもらってます、うん、充実してます。いやもう今してますね。やっぱりまた違った世界なんで、本当にサッカーしかしたことなかったんで、もうすごく楽しいです。でね、ちょっと不思議に思うのは、はい、さっき言ってたことにもつながるんですけど、はい、世の中は勝手に大久保ダメだって言った時期があるわけじゃないですか。あ、そうですね。あるわけですよね。ありますね。で、自分の中でも、まあ、すごい苦しんだ時期があって、はい、で、30代で爆発した経験を持ってる人って、はい、逆に言うと、あの時引退しなくて歯食いしばっていいことばっかりいっぱいあったわけじゃないですか。そうですね、ありましたね。で、はい、で、今回は、はい、あ、でもこれは引退だなって思うのは、はい、なんでしょう、差はどう思ったから引退なんだ。なんかですね、なんかこう、まあ、去年それを思ったんですけど、うん、その今年のこのキャンプっていうのに入る自分が想像ができなくて、うん、まあ、それがふと車の中で、なんか思って、うん、あ、それだったらやめようっていうふうに、すぐ切り替えて、うん、あの、もうやめるわってこう伝えましたね。それは、こう、普通の年だったらオフとかに、はい、まあ、キャンプこれぐらいに入ってこうやって体作ってってこうやってるんだろうな、まあ、なんとなくいつでも考えてるのに、はい、あれ、俺、考えてないみたいな。そうですね、今回だけはなんか不思議と、なんかやってる自分がこう、見えなかったんですよ。で、それはなんか、もともと引退した人たちに聞いたら、なんかそれで辞める人もいて、まさかそんなことないだろうと思ってたら、はい、自分もそうなったんで、はい、あ、これはもうやめ時だなと思って。やめましたね。なんか、大怪我とかに比べると、説得力ないっちゃ説得力ないじゃん。はい、まあ、そうですね。何それって思いますもんね。はい。だからもうみんなから、まあ本当に大丈夫なのかって、やっぱ、ずっと言われ続けました。へぇ、はい、本当にやめていいのかっていう。そうですね。はい、まだ、怪我も何もないし、綺麗な状態なのに、後悔ないかって言われましたね。で、それこそ、その、オーバートレーニング症候群。はい。の時に、みんなむしろダメだろって思ってた人もいるわけじゃないですか。そうですね。そうです、いっぱいいるわけですよね。はい、で、本人はどうだったんですか？ですね、やっぱりこう、周りの声っていうのはやっぱすごくその時気にしてて、やっぱりそうやってダメだな、もう大久保は終わったなって言われて、やっぱ自分的にもこう、あ、やっぱダメなのかなとか、うん、やっぱそういうちょっと弱気になってた時期だったんで、うん、だから多分、なんかオーバートレーニング症候群になったと思うんですよね。そっかそっか、ちょっといきなり私一つ見てオーバートレーニング症候群の話しちゃってますけど、まず具体的にオーバートレーニング症候群ってどういうことなんですか？はいはい、あれですね、ほんと不思議と練習場には行くんですけど、はい、もうサッカーをやりたくない、うんうん、もう何もしたくない、うん、だから一応やっぱ行って監督とかと話すんですけど、あのトレーナールームで横になって、うんうん、もうそこから動けないんですよ。だからトレーナーさんたちはもう帰っていいよと。まあその後に帰って、それが何日も続いたんですよ、うんうん、それ何も続いたから一回病院行きましょうと、うん、って言われて、その検査に行ったらやっぱりオーバートレーニング症候群で、うん、まあもうそれからもうちょっともう練習場に来なくていい、うん、まあ自分が好きなとこに行きなさいって言われて旅行に行きました。いや、だからそれもすごいのは、今その順番の話を聞いて、まあまあ、なかなか結果が出ないけど、結果が出ないと、やっぱりアスリートって練習するじゃないですか。そうですね。だって結果が出ないんだから。はい、で、周りの雑音も来れば来るほど、落ち込むけど、じゃあこれ打破するには練習するじゃないですか。はい、それが突然心の方が、はい、うわ、サッカーやりたくないってなっちゃう。そうなんですよね。急になりましたね。本当にサッカー、もうサッカーも見たくないです。はいはい。何も見たくないし。うん。なんか考えることもできなかったですね。でも好きなとこ行きなさいって言われてどうします？あのですね、その時に、はい、その僕の妻のお母さんの実家が五島列島って言って浮島っていうところの島だったんですよ。大好きだそれ。五島列島が大好きだ。あ、本当ですか？はいはいはい。それですぐそこに遊びに行きました。はい。でそこでもう魚釣りとか、はい、バーベキューとかを毎日して、はい、あのゆっくりしましたね。でも、それの、そんなの、今聞いてると、昨日何してた？魚釣りとバーベキューを五島列島でって、羨ましいことしかないけど、はい、でも、かたやそういうことの改善のために言ってるでしょ？そうですね。大丈夫って何て言うんでしょうね。気にはなるでしょ？ずっと。いや、それが全然気にならなかった。切り替えられたんだ。はい。何も気にならなくて、はい、もうとことんこの自分が好きなことをやる。はい。やってたら、はい。やっぱね、ちょっと1ヶ月ぐらいしたら、気になりだすんですよ。それで、やっぱり戻らないとなんか申し訳ないっていう気持ちになって、はい。戻りましたね。はい。で、その時は?その時は、なんかまだ完璧には戻ってないんですけど、はい。まあ、試合も
やりました、うん、だけどやっぱりうまくいかないですよね、うん、その時もうなんか足肉離れをずっと起こしちゃって本当にうまくいかずにそのシーズン終わりました。うわー、うん、これの復調の兆しはどこからそのだってここからその大爆発に向かっていくわけだから、はいはい、もうやっぱやらないといけないっていう、うん、ここで終わったらダメだっていうやっぱ気持ちがやっぱすごく出てきましたね。ありましたね。これで終わりたくないんだっていう、はい、そうですね。で自分の中であれこれいけんじゃねえかは何ですか。いやもう全く思えなかったです。いけるんじゃないかっていうのも全く思わなかったですし、うん、まあそれが一番良かったのがその2013年川崎フロンターレに移籍した時にすごくこうまあいろいろでまあ出会いもありますし、うん、そこに行ったことによってまたもうこの2013年が自分の中で最後だと、うん、ここでダメだったらもう引退するしかないって思ったので、うん、その覚悟っていうのが良かったかもしれないですね。じゃあ本当に崖っぷちで、はい、このフロンターレ遺跡っていうのは最後これで結果が出ないんだったらもう終わりだっていう、はい、もう区切りをつけるためでもある遺跡だった。そうですね、ありましたね。本当にもうあれだけ怖いシーズンはなかったぐらいの、あもう入るにあたってははい本当に怖かったです。で結果がついてくるわけじゃないですか。そうですね、得点王得点王得点王じゃないですか。いや本当にそこはなんか今思えば良かったなっていう思いなんですけど、うん、なんですかね、やっぱチームメイトにやっぱ助けられましたね。みんなもやっぱそういう気持ちをこうみんなにも伝えてましたし、うん、まあその選手たちがもう最後はヨッシュに点を取らしたいっていう気持ちにやっぱなってくれたので、うわーすげえな。それがやっぱあの結果につながったと思いますね。そういう覚悟でやってんだってことはみんなに分かって、そうですね、そうするとだったら俺たちはボールあそこまで運ぼうぜなってくれるわけだ。なってくれましたね。なんかそこでやっぱサッカーっていいなってこうすごく初めて感じました。うわなんかすげえな。なんか自分はサッカーがにわかだから、はい、野球は送りバントする人もすごいんだってわかるんですよ、はいはいはい、子供の頃はホームラン打つ人がすごかったけど、はい、あ送りバントする人もすごいんだなってわかるけど、やっぱりサッカーそういうもんなんですね。得点をすごいのはわかりやすい、シュートいっぱいやるから、はいはい、でもやっぱりそういうなんか気持ちが一個になって、おいあそこボール持ってくぞって、なんとかあそこにボールを出すんだっていうのやっぱすげえんだな、すごいんだ。やっぱすごいですね。やっぱ本当にそこってやっぱチームでみんなが同じ方向を向いておかないとやっぱ点が取れないので、うん、でそれとチームも勝てないので、本当にこれチームとして同じ方向をみんな向いてるんだなと思いました。へー、はい、でもそういうね、その、はい、みんなが気持ちで持ってくるボールじゃないですか、はい、ストライカーの重圧ってどんななんですか。いややっぱり決めないと非常に叩かれますから。大変なポジション。非常に叩かれます。はい、非常に叩かれます、ね。天国と地獄なんですよ。そうですよね。はい。そうですよね。だからすごくね、プレッシャーがすごく感じます。けどその分やりがいもありますし、なんかやっぱはっきりしますよね。良かいい悪いが。だから非常に楽しくこうやらせてもらいましたね。いやなんか俺なんかすごく思うのは、ハート強いんだなって思ってたんです。はい、特にワントップ、はい、カウンターのチームのワントップなんて、守って守って、やっと出してくれて、持ってきたやつを、はい、よし、もう1対1だってやつを、ポーンってどっかとんでもない方を蹴っちゃう。はい、特に俺の中で頭浮かんでる外国人選手いるんですけど、はい、で、それで言うと、お前よっぽどハート強いなって思ってたんですけど、はいはい、でもそれでも、その心のトラブルで休んだりするわけだから、そうですね。なんかわからんもんですね。やっぱり、メンタルって多分、ほとんどの人あんまり強くないですよ。強く見えてても、そうです。だけどこのメンタルを弱いっていうのを見せると、うん、そのまま自分のプレーが落ちていくんですよ。はいはいはい、はい、だからそれを見せないようにやっぱ強気でやっぱ行くことが大事で、それ面白いのは、はい、相手にじゃなくて自分にも感じさせないっていうか、そうですね、メンタルが弱いことが表出ちゃうと、はい、自分のプレーもどんどん悪くなっていくし、そうなんですよ。で相手も今度はそのメンタル弱いやつに対する当たり方になってくるだろうから、そうなんですよ。本当にそこのあれは難しいですね、持っていき方っていうのが、はい、すごいな。だけどびっくりしたですね、前の、まあ、その前の年までいた球団からしてみたら、はい、チームからしてみたら、あいつどうしたっていうか、そうですね、でもね、それね言われましたね、やっぱり移籍して、それはねサポーター怒りますよ。サポーターなんですよ。なんでうちのチームでは点取らないんだよってこう言われることもあったんですけど、うちのチームで覚醒しろよって思いますよね。絶対ね。それはねよく言われましたね。今度いきなり若い時の話戻るんですけど、はい、国見のサッカー部、はい、どんなとこなんですか。ですね、やっぱりみんな百何十人いるんですけど、百何十やっぱいるんだ。はい、
やっぱりみんなサッカー選手にプロになりたいって、はいではい、県外からやっぱ集まってきてる選手が多かったので、はいはい、やっぱ努力をする人がやっぱすごかった、多かったですね。はい、やっぱ仲間ですけど、もうみんなライバルなんで、非常に、まあみんな朝早くから、朝5時から起きて、もう朝練に行って、する人が多くて、はいはい、刺激だらけでしたね。それって自分だって自信なきゃ国見のサッカーを行かないじゃないですか。そうですね。行ってまずどう思うんですか、国見のサッカーを入って。僕は、はい、みんなこう体もやっぱすごいごついですし、はいはい、みんなうまいんですやっぱり、はい、ちょっとびっくりしました。この中で試合出れるのかなって最初は思いました、はいはい、でそれがまあでもやってるやつはやってるが見えてくるわけじゃないですか。で自分もこれやらないとどんどん差つけられるそうなんですよ。あそこがそこが一番難しくて、はい、僕結構寝るのが好きで朝意外に僕も好きで朝起きれないんですよだからみんな急にすげえだらしねえ始まって朝起きれない、はい、そうなんですよ。でこうみんなやっぱ4人部屋なんですけど、はい、バレないように静かに出ていくんですよ。あ一緒に朝練しようぜとかじゃないんですよ。みんな一人ずつ、黙ってそーっと行くから、起きた時にも誰もいないんですよ。そこで、やばいって焦って、すぐ着替えて、自分もこう、行って端っこでやってるんですけど。それは、起こさないのはどういう意識、今の話の流れ聞いてると、俺があいつより上手くなる、はい、なりたいし、俺がレギュラーになりたいんだから、あいつは寝るの好きなんだから寝てればいいよってこと？いや、そういうことです。うわ、そういう、もう高校生からそういうことだ。そうなんですよ。サボってると思われるから、お前起きた方がいいぜ、じゃないんだ。じゃないです。すごいところだな。もうほんと一人一人、もうライバルで、絶対こいつより上手くなりたい。そしてプロになりたいって思う連中なんで。もうそこから違うんだ。そこはね、ちょっと、まあびっくりしましたし、中学校からそうでした。僕、中学校から、そうなんだ。そうです。国見中学校に行ったんですけど。あ、そうかそうかそうか。中学校はもう親元離れて下宿をしてて二人部屋やったんですけど、はい、僕の部屋を通らないと玄関から出れないんだけど、はい、自分の部屋から出て、で名前呼んでも出ない。あ、競争なんだ。はい。すごい環境だな。そうなんです。でずっとレギュラーの。そうです。ずっとそれがすげえな。じゃあ今度はプロ行った時はプロ入った時に、はい、ここはっていうのはどうだったんですか。やっぱり、ね、プロは。サッカースピードっていうのが、やっぱ頭の回転とか非常に速くて。それは、その国見のレギュラーでスター選手でも、はいはい、プロはまた一段落も二段階も違う。やっぱ違いましたね。上でしたね。やっぱ高校の時に、ドリブルで抜けてシュートまでいけたんですけど、プロになると、ドリブルはまだいけたんですけど、シュートが絶対ディフェンスに当たるっていうか、ゴールまで飛ばない。そこにちょっと、衝撃受けましたね。でもやっぱすごいですよ。エリートコース完全に行ってるよって、もう一回一回衝撃はあるんですね、はい、そこに。お、行けると思ったら、そう甘くないぞは。そうですね。あんですやっぱ一回一回、その衝撃っていうのは与えられますし、そこで何をしたらいいかっていうのはやっぱ考えさせられましたね。へ、じゃあそうなると次なんだ、次は日本代表。日本代表入った時は。いや、もうあの時は、もうすごいメンバーばかり、本当中田秀さんとか、はいはいはい、すごいメンバーで、はい、もうテレビでしか見たことなかったので、はい、この練習、まあ、選ばれたときは、はい、この僕なんかいていいのかなって、やっぱちょっと思いました。そんな感じ、はい、そんな感じの代表でしたね。はい。はい、びっくりしましたね。やっぱすごいんですか、あの頃のメンバーは。やっぱりすごかったですね。やっぱみんな個性もやっぱ持ってますし、はい。どうやって入っていったらいいんだろうって、こう、ちょっと悩みましたね。なんか僕が外から見た大久保さんのイメージと違うんだけど、こんな人もっとやんちゃな人だよね。あ、そうですね。イエローカードすげえもらってる人。あ、そうですね。もう本当暴れん坊でしたよね、はい、昔。そうそう、サッカーでは。サッカーでは、ね。なんか今日すごく、はい、なんか繊細な人の感じの、もう謙虚で繊細な人をゲストを迎えてる感じになりますけど。いや、でも取材してる時に本当に口数が逆に少なくて、はい、優しいんですよ。だから、試合、ピッチの上に立ってる大久保さんと、こう喋ってる奥さん全然違うっていうのはありましたね。そうですね。僕から。はい、うん。選手からも言われますね。だって今喋ってて1枚もイエローカードが出そうにないわけですね。今はないですね。たくさん持ってる人の感じしないですか。フェアプレーションもらえますかね。完全なフェアプレーションですよ。なんですか、なんかもうやっぱり、その、ピッチの上では、はい。変わっちゃうんです。やっぱりこう、ちっちゃい時からサッカーして、はい、親から言われたのは絶対人に負けるなと、はいはい、何事にも一番になれって、はい、ちっちゃい時から言われてて、はい、やっぱサッカーをやっぱそれだけやってきて、もうサッカーだけは絶対負けたくないっていう
気持ちがあったので、試合になるとやっぱスイッチ入りますね。で、やっぱヒーローになりたいっていう思いもあるし、はいはい、まあ、そういうのがこう、いろいろ混ざって、やっぱいろいろやんちゃなこともしましたね。今までで一番覚えてるイエローカード、はい、何のやつですか？こんなの、いや、今思えばやっちゃったなっていう。もしくは俺は悪くねえんだよ、もう含めてでいいですよ。思い出のイエローカード。いや、いっぱいありますけどね。今頭の中にすごい浮かんでるでしょ。はい、もうどれ言おうかなって今、あるんですけど。やっぱね、やっぱ言っちゃいけないことをやっぱ、いろいろ言ってましたね、若い時は。あ、そっか。はい、生放送僕も怖いんで、僕にレッドが出る可能性があるんで、一回 CM 挟みたいと思います。今日の生活は踊るわ。ホームセンター特集第2弾 DCM 編。ゲストは家事掃除アドバイザーの藤原千明さん。フォーマックなどのホームセンターを全国で展開する DCM のおすすめ掃除グッズを紹介してもらいます。詳しくは今日午前11時から。辰巳拓郎です。アーバンリゾートホテルで勝手にコンシェルジュやってます。今週のゲストは元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん。勝手に見習い近藤佳子も一緒におもてなし。レジェンドナブラチュロワ選手との思い出も。辰巳拓郎の勝手にコンシェルジュ、毎週土曜夕方5時から。過払い金もう戻ってこないんじゃないの？そう思っていませんか？確かに過払い金には時効があり、実際にご相談に来られた方の中にも過払い金がなくなってしまった方がいらっしゃいました。しかしまだ多くの方が現金を取り戻しています。この違いは相談に来るのが早かったかどうかです。あなたのお金がなくなってしまう前に一度お調べください。代表は法務大臣認定司法書士杉山和穂。間違っていても大丈夫。相談は無料。0120-316-571。316-571。司法書士法人杉山事務所。広告会社の皆さん、聞こえますか？他局の手前、小さな声でお伝えします。急に入ったプレゼンに TBS ラジオを活用してみませんか？ご提案にそのままご利用いただける媒体資料、事例、価格表をご用意しました。 TBS ラジオ資料で検索してください。歯医者の買い取りなら花丸。どうも神田伯山です。30秒講談花丸車買い取り伝。創業より20数年、車の買い取りに一生懸命。その数70万台以上に上ります。選ばれる理由は高額買取、さらに手続き費用も0円。全国津々浦々、あなたの乗らなくなった車を引き取りに参ります。まずは無料の電話1本スピード査定から。 0120-590-870。 お気軽にお電話ください。廃車の買取なら花丸。詳しくはウェブで。時刻は間もなく10時23分になります。 TBS ラジオ天気予報をお伝えします。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方は晴れて昼は寒さが和らぎそうです。まあ、この後も平野部は青空が広がるでしょう。で、天気の崩れはなく、お洗濯物の外干しはできますが、まあ、スギ花粉が少ないものの飛びそうです。で、北部の山間部では雪が降るでしょう。最高気温は11度から12度くらいで、昨日より少し高くなりそうです。まあ、昼は寒さがだいぶ和らぐんですが、夕方頃には風がやや強まって寒く感じられそうです。で、明日は晴れますが朝が寒いです。東京は氷点下1度、埼玉で氷点下3度の予想で、今朝より寒くなりそうです。北風も吹いて、明日の朝は寒さが身に染みるようになりそうです。で、日中も9度前後と気温の上がり方は鈍いでしょう。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。フルオーケストラの生演奏で名画がよみがえる感動のひとときを、 TBS ラジオ公演雨に歌えばシネマオーケストラ、3月21日東京国際フォーラムホール A で開催。お問い合わせは 0570-550-799 共同東京まで。ここで TBS ラジオ交通情報をお伝えします。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、圏央道外回り白岡菖蒲インター付近で続いていた事故の処理は終わりました。この時間は久喜白岡ジャンクションを先頭に11キロ、通過には25分かかっています。
首都高速道路は警備による入り口の閉鎖はすべて解除されています。中央環状線の外回り平井大橋付近は左車線に故障車が止まっています。5キロ半、小菅ジャンクションから20分。また都心環状線の外回りは銀座付近で緊急工事が続いています。向島線に渋滞が伸びて合わせて6キロ、駒形から25分かかっています。神奈川の国道1号下りは茅ヶ崎駅入り口付近で2キロ、都内は日光街道の下り足立区千住5丁目では右側2車線を規制して事故の処理続いています。1キロ半、25分です。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時55分頃にお伝えします。 TBS ラジオ主催みんなで作る復興コンサート2022サポーテッドバイ日立物流、仙台フィルと中村雅俊が夢の共演。3月6日日曜日、宮城県名取市文化会館で開催。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。伊集院光とラジオと大久保嘉人とサッカーと、さあ、改めまして今日のゲストです。元プロサッカー選手でサッカー元日本代表です、大久保嘉人さんです、ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。ワールドカップって、はい、どんなところですか。やっぱりこう小さい時の 夢であり、はいはい、絶対あそこでプレーしたいって思ったとこだったので、はい、やっぱ非常に何ですかね、あ、これかっていう感じでしたね。南アフリカと、はい、それからとブラジル、はい、ですよね。そうですね。最初のまず南アフリカ、やっぱ最初やっぱり初めてのワールドカップだったんで、はい、ちょっとやっぱ入場する時とか、はい、なんかこう感動しましたね。あの国歌歌う時とか。それは他の国際試合とはまた全然違う、はい、あの全然違いましたね。このお客さんとかはそこまでやっぱ日本でキリンチャレンジカップとかなんかいろいろある大会の方が多いんですけど、やっぱまたこう違った、これがワールドカップだっていう雰囲気がこうスタジアム内に流れなんか漂ってたんで、あれはすごくこれだっていう感じでしたね。で今度ブラジルだと、はい、ブラジルはもう経験者になるわけじゃないですか。そうですね。でいて未経験の人たち、先輩どうすかってことじゃないですか。そうですね。なんかブラジルはそれもまた今度自分はサプライズで入ったんですよ。あ、だから一回もその代表のメンバーと一回もやったことなくて、はいはい、初めて入ったのがワールドカップのだったんで、うん、うわこれはどうにかこう流れを変えないといけないなっていう思いしかなかったですね。ちょっと役目が違うんですね、その2つの大会でも。そう、全然違いましたね。役目がやっぱそのブラジルの時は多分最年長だったので、あ、はい、ちょっと役目もやっぱ違いましたね。へー、すごいですね。なんかこう初めましてで、ね、いっぱい、はい、先輩たち、個性的な先輩がいっぱいいる日本代表と、はい、俺一番上なんだ、全然違います、ね、全然違います。もうちょっとこれどうやってこうあんまり話しかけたりするタイプじゃないんで、はい、これどうやって話しかけたらいいんだろうとか、はい、なんかちょっと悩みましたね。難しかったですね。後輩にプレッシャーを与えずにそうなんですよ。話しかけたいかといってなんか輪を乱したくもないっていう。そうなんですよ。でその中でやっぱりプレースタイル的にやっぱ怖いっていうイメージがあるので、はいはいはい、いや大久保さん怖いから話しかけられないみたいな感じなんで、こっちから話しかけたらやっぱ分かってくれるんですよ。だからこういろいろ話しかけたりとか一緒にゲームしたりとか、はい、こうしてましたけどね。ちょっと安田さん繊細な人ですよ、やっぱり。すごい繊細な人ですよね。さあちょっとお知らせいきたいと思うんですけど、ちょっと安田がかなりハマったっていう本のお知らせを、はい、大久保嘉人さんの著書俺は主婦職業現役 J リーガーが講談社から発売中です。4人兄弟の父親でもある大久保さんは去年セレッソ大阪への移籍が決まり単身赴任を決意しますが、9歳になる三男の俺も行きたいという一言で大阪での二人暮らしをスタートさせることになりました。この本ではおよそ1年間三男と二人で暮らした大久保さんがプロとして試合に出場しながら掃除に洗濯、お弁当作りなど家事や育児に奮闘する様子が綴られています。これにわかに信じられないですけど、マジですか。はい、本当にやりましたね。でだってましてそのセレッソ結果的に最後になりましたけど、はい、セレッソ行く時にまたそういう決意があって行くわけじゃないですか。そうなんですよ。勝負かけに行くわけじゃないですか。はい、その時に
何歳ですかその、その時は9歳でしたね。9歳の三男が、はい、お父さんから僕も行くって。はい、そうなんですよ。そこはちょっとびっくりして、うん、まあ自分の中ではもう最後になるかもしれないっていう覚悟を持って、はいはい、もうこの1年間本当にこう頑張って、うん、一人でやっていこうって思って、ね、排水の陣ってとこですもんね、本来ね、うん、その時に俺も行くって急に言い出して、うん、これ絶対嘘だなって思ってたんですけど、うんうん、全然揺るがず行くっていう、もう本当に言い続けたんで、うん、一緒に船行くことになりました。行くことになりましたね、はい、相当あったと思うで行って俺、はい、9歳って、はい、帰るってなんなんですか。それがなんなかったんです。すげえなー、はあ、で全く一回も帰るって言わなかったし、むしろこの1年間で引退しましたけど、うん、パパもう1年やってよ、大阪に入れるじゃんって言ってました。なんだ、はあ、まあ大変でしょ。一番大変なのは何ですか。やっぱり食事、はい、毎日考えないといけないっていうのがやっぱ一番大変だったんですけど、はいはいはい、それよりやっぱ大変だったのが、学校の、小学校の、連絡帳に先生からこう、はい、来ますよね。来ますじゃないですか。はい、何が足りませんとか、定規が足りないですとか、が来るので、はい、その時にすぐ買いに行かないといけないんですよ。その時、ちょっと僕ゆっくりしたいんですよね。ゆっくりしたいんだけど、買いに行かないと子供が怒られる。うん、ましてや自分も連絡帳でまた怒られるから、はいはい、すぐ買いに行ったりとか。してましたね。もう先生から強制的にね、長いパスが来ちゃってるから、そうなんですよ。そこに行かないとダメなんですよ。それ絶対ダメなんですよ。センタリングが上がっちゃってるから、そうなんですよ。そこに行かないとって。はい、逆に子育てしてる安田はこれ読んで、はい、まあめちゃめちゃハマったっすったのはどのあたりなの。いや、ね、本当に等身大の大久保さんが、これまで一切家事をしてこなかった、はい、パパが、息子さんのためにやるっていうのが、はい、グッときて、うん、この1年間やってみて、はい、その家事の中でじゃあ結局何が好きでしたかって聞かれたらないですって答えますって、はい、やりたくはない、めんどくさいって正直に書いてて、はい、でもやっぱり息子のために、はい、息子食べさせないと死んじゃうからやってましたっていうのとか、はい、私もそうだなと思って、家事好きではないなって、そうですね、なんか正直で、それをなんかスカッとして読んでて、いや、なんかそれが子育てしてる人に心強いのすごいよくわかるよ。いろんなタイプの人がいて、はいはい、いや、やってみると家事すごい楽しいんですよとか、子供のための家事が辛いわけないじゃないですかっていう、うん、ことで、アプローチする人もいて、はい、で、それに共鳴する人もいるけども、家事めんどくさいって思ったことないんだっていうことがプレッシャーになる人もいっぱいいると思うんですよ。そうですね。そうすると大久保さんが普通に、そら面倒ですよって、やらないで済むならやらないで済んだ方がいいですって言われると、あ、それでいいし、で、自分だってそうだけど、やってるっていうのはすごいいいかな。そうですね。いや、まあまあ、こう、まあ自分にプレッシャー与えたくないですね。与えると、本当にやりたくない。オーバー家事症候群になっちゃう。そう、本当に多分そうなっちゃう。そこでもなっちゃうんですよ、ね。いや、でも言うんだよ。世の中絶対オーバー家事症候群の人いっぱいいるよ。うん、しかもそういう人は、他の人に弱みを見せてない人の中に絶対いるから。絶対今多いと思いますよ。だそこのハードル上げて自分で変にプレッシャーかけちゃダメだよ。かけちゃダメだし、うん、ご飯とかも、まずくてもいいんですよ、最悪、うんうんうん。食べれればいいっていう、もう考えでやってましたから。お前もまずいかもしれないけど、俺もまずいからって。全力は尽くしたぞっていう。そうです。で、それを失敗と思わないですから、僕。うんうん、もう、まあ、失敗、まあ、まずいのは失敗かもしれないですけど、まあ、全然失敗じゃないと。うんうん、まあ、次、こう改善、ちょっとでもできればいいやっていう、まあ、成長にもつながるしって思いながら、うんこうやってたんで、うん、それが良かったかもしれないですね。で、何よりさ、それの、そこにいた、その、三男、彼が、もう一年やったらって言うっていうことは、はい、そのイズムはちゃんと通じてるし、はい、もう嫌じゃなかったわけだし、そうですね。とてもいいですね。はい、あとは、ちゃんとこの、現役に対して、この立場の、大久保さんに聞きたいのは、はい、今の、日本代表、はいはい、それからワールドカップに向けて、はいなんかいろいろ考えることありますか。やっぱり今の代表の選手たちは本当に非常にうまいんですよ、うんうんうん、けど本当に戦術っていうのが今非常にこう、うん、日本サッカーでもできてきて、うんまあ、その中で組織で戦えるっていう選手ばかりで、うんまあ、見ててまあ楽しいですし、うん、あうまいなと思いますけど、うん、だけどこうやっぱ昔の選手みたいにやっぱ個性をやっぱもっともっとこう
出していくことが、うん、チーム日本としてもうちょっとこう上に行けることなのかなってちょっと思いますけどね。で難しいですね、その、はい、その個性と、はい、その何和みたいなものってめちゃめちゃ難しいじゃないですか。そうですよね、個性でバラバラになることもいっぱいあるでしょ、はい、ありますね。だから本当にこうチームの決まり事ってもありますから、うん、まあ、それは本当にまあ 50% やってその中の 50% は自分の個性個人技をこう出すっていうのが本当チームそれがみんながこうできれば、うん、まあ、むずとチーム力が上がっていくので、まあ、そういうこう日本代表っていうのはちょっとこれから見たいですよね。もう個人的な思い入れでもいいんですけど、はい、今の日本代表で期待する選手は誰ですか。はい、いやーそうですね、やっぱこう J1、J2 とかにもやっぱいろいろいっぱいこうまだ本当知らない選手でも上手い選手はいっぱいいるし、その調子がいい選手をこう選んでほしいなっていうのもあります。だけどその中でも今やっぱ選ばれてる久保選手、うんうんうん、この僕がいたマジョルカにも今在籍しますし、うん、でスペインリーグでもまあ得点も取ったりとこう実績経験を積んできてるので、久保選手には本当に活躍してほしいな、頑張ってほしいなってこう思いますね。なんかすごいと思うのは、はい、まあ、いろんな世の中の事情とかもあって、はい、例えばね昔はね野球好きじゃなくても巨人の選手の顔って分かったんですよ。あ、で、はい、それがどんどんこういろんな人気とかその多様いろんな多様なスポーツ出てきた中で、サッカーの日本代表もみんな分かったんです。そうですね、でだんだん分かる選手少なくなってきた中で、はい、僕みたいにサッカーにそのお熱じゃない人でも、はい、あ、久保ってすごいんだよねって聞こえてることはすごい大切だし、はいはい、顔も分かるしっていう、はい、その久保選手のすごいところはどこなんですか。一番すごいところやっぱりあの若くてこう人間性も素晴らしいんですよ。まあ、その中にこのプレー本当に個人技っていうドリブルだったり自分でこうシュートだったりこうパスも出せますし、こう全てがこう平均にこう備わってるっていうかね、何でもできる選手なんで、まあ、そういうところがこう日本人にないものを持ってるのかなと思いますね。ちょっとやっぱりより注目しちゃいますね。ですね。なんか寂しいのはサッカーのワールドカップの予選のそのアウェーのゲームが、はい、いわゆるこう配信でこう独占になってて、はいはい、こう地上波でやらないみたいな現状ってさ、いろいろしょうがない事情もいっぱいあるし、ね、サッカーすごい人だ、すごい好きな人は、いやいやあれだけのもの見ねえんだからお金払ってみる当然でしょみたいな人もいるんですけど、はい、ちょっと寂しくないですか。いや非常に寂しいですね。やっぱそうなると。やっぱりサッカー好きな人本当見ますからね、うんうん、入会して見ますし、うん、でもサッカーあまり知らない人たちは本当にそれは見ないので、うん、まあ、そういうのはねちょっと寂しいなと思いますし、コーチ名度とかもなかなかこう上がってこないのかなってやっぱ思いますね。なんかなんとなく盛り上がってるイベントごとでやってんなら見ようっていう人って意外に大切なんですよ。そうですね、意外にこの人が大切で、その時に尋常じゃない盛り上がりを見たその何歳かの子とかが、はい、俺これやってみたいって思うこととかが、うん、僕はすごいメジャースポーツ大切なことだなって。本当そうですね。もう本当に昔で本当 J リーグ始まった時なんかテレビでやってて、僕もそれを見て、うん、J リーガーになりたい、こういう華やかな選手になりたいって思ったので、本当に大切ですよね。はい、でなかなかもちろん現実大変なこといっぱいあると思うんですけどね、うん、なんかそういう盛り上がりもまたちゃんと取り戻していきたいなと思いますね。うん、さあラストが夢や野望を聞いて終わるんですけど、はい、うん、そうですね、まあ本当にまだサッカーやめて2ヶ月なんで、まあ、これから本当に今さっきも言いましたけどテレビ、はい、ラジオとかにいろいろ出させてもらって、はい、いろいろなこう世界を見て、うん、まあ、自分はどれが合ってるのかとか、うん、まあ、そういうのをこう今探してる状態ですね。はい、でもなんかその他の番組のゲストでそれを聞かれるのかどうか分かんないけど、そのオーバートレーニング症候群の話って絶対サッカープレーヤーだけじゃない話で、はい、もう本当にほぼ全職業の人が理解してもらえないで困ってる頃だと、お前あんなやる気だったじゃん、そうですね、もうやる気ねえんだみたいな扱いをされてると思うんですよ。そうですね、あんな話も。でもまあ隠さずにこう、やっぱ言うべきかもしれないですね。そんな気がする。はい。やっぱ隠し、やっぱ日本人でやっぱ隠しちゃうから。はい。こう言う、恥ずかしいと思っちゃう。そうなんですよ、うんうん、で。言ったら恥ずかしい。ちょっと怒られるんじゃないかなって思っちゃうんで。うん、でもそれを勇気持って言うこと。まあ今だったら多分理解されるとは思うんですよ。うんうん、だから常にこう口に出して、いろいろな人に相談してってしてほしいですね。ということで、大久保。吉田さん、トークフェアプレー賞で。あ、ありがとうございます。ありがとうございました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 。TBS ラジオ公演、五郎野口 in オーチャード2022、セットセールフォーザ未来、
未来への出版、2月23日文化村オーチャードホールで開催。お問い合わせは0570-550-799共同東京まで。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。大野瀬太郎です。住居の家を大工さんや職人さんが買っているってご存知ですか？家づくりのプロが選ぶ品質ってことなんでしょうね。安心の街づくり、家づくりは住居です。住居の家、幸せの家、住居で検索。はい、着物出張買取のバイセルです。着物を買い取ってくれるって聞いたんですけど。はい、無料でご自宅まで伺い査定いたします。いくらぐらいになるの？タンスに眠っていた着物一式とアクセサリーで36万円で買い取った実績もあります。買取金額にご納得いただければその場で現金でお渡しします。その場で出張査定お願いします。着なくなったあなたの着物、着物出張買取のバイセルが買い取ります。お電話は0120-090906 090906。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は竹下香奈さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は美容成分を100種類配合、1本6役のオールインワンゲル ME マスターをお買い得価格でご紹介します。この商品の日は老眼鏡を必ずかけ直すんです。なぜなら、ありがとうございます。すごい量美容成分が入ってる。パッケージにずらっと並んでるから。もうすっかりおなじみですよね、うん、もう空気が乾燥するこの時期なので気になるのがお肌の潤い不足。肌の乾燥は小じわの原因の一つと言われています。お肌をしっかりとケアすることは大切ですが、美容液クリーム何回も塗り重ねるのが大変なので、こちらの商品です、うん、TBS ショッピングで人気の ME マスター、これ1本で化粧水、乳液、美容液、クリーム、化粧下地にパックまでこなす1本6役のオールインワンゲルです。洗顔後にこれを塗るだけでお手入れ完了です。ぜひ手に出してみてください。ここだけなんだか堂々とテスターを使えるってさなんかお店だってさ、え、伊集院何やってんのみたいな豚足に味を染み込ませてるなってなっちゃう。いやいや、思う存分言ってください。もう出した時にいつも不思議なの、はい、出した時に濃厚なゲルなんだけど伸ばしてるうちにスッと馴染んでくみたいな。うん、ね、伸びがいい。で、気持ちいいんだよ。うん、香りもいいですよね。開発したのはトップエステティシャンの船津真理さん。船津さんはエステティシャンが技術を競い合うエステティックグランプリで見事1位に輝いたゴッドハンドの持ち主で、船津さんがオーナーを務めるエステサロンも顧客満足度でグランプリを獲得。同じ年に2冠に輝いたというカリスマエステティシャンなんです、うん、なんと船津さんが行う1回5万5千円のフェイシャルコース、1年先まで予約でいっぱいになることもあるんです。当然船津さんもすっぴん美肌の持ち主ですよね。お写真ありますけど本当にお綺麗ですよ。先ほど伊集院さんおっしゃっていただきましたが、 ME マスター、そんな船津さんこだわりの美容成分100種類配合されているんです、うん、ぜひ老眼鏡をかけて裏見てみてください。すごい量な、もう別に箱の一面に普通に成分って書いてあるだけなんだけど、はいはい、その先パッケージの色変わるぐらい細かい字でって書いてありますからいやそれだけたくさん成分入っているんですが、例えば、うん、ツヤ成分のプラセンタエキス、うん、潤い成分のヒアルロン酸、3種のセラミド、ハリ成分のロイヤルゼリーなどなど100種類です、はい、しかも美容成分をカプセル化する特殊な技術を使ってバランスよく配合しています。安田さん、はい、愛用していただいてるんですよね。そうなんです。私これに出会ってね、基礎化粧品変えたんですよ、 ME マスターに。でね、塗って結局はクリーム塗らないとやっぱり乾いちゃうなっていう実感が今まであったんですけど、はい、この ME マスター本当にこれ一本で
6役こなしてくれるの で、ね、忙しい主婦には助かります。そしてあの香料やアルコール鉱物油一切使用していません。衛生的なプッシュボトルで1本は 150ml 入り、1日に朝晩2回使ってもおよそ2ヶ月分です。洗面所に置いてさっと塗るだけ。乾燥が気になるのは女性だけではありませんよね、伊集院さん。そうなん、なんかね、あの50になって気づいたんだけどね、汗っかきなのに乾燥肌ってあんだなと思って。あります。そうなんだよ、また別問題、はい、下手すりゃ汗っかきだからこそ乾燥肌なのかもって思うようになってきて、こうやって塗っててわかんない、気持ちいいんだよね、はい、なんかこうどんどんあの戻ってきて、保湿ってこういうことか、うん、ってよくわかる。あのこの船津さんこだわりのオールインワンゲル、気になるのがお値段ですが、はい、今回もお買い得価格でご用意しました。1本6役のオールインワンゲル ME マスターは税込み4980円なんですが、うん、1本ではありません、うん、こちら4本セットおよそ8ヶ月分で4980円なんです。今このセットがこのお値段で買えるのは TBS ショッピングだけです。この機会にぜひ、別途送料頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。インターネットからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングでした。はい、いつもいいものありがとうございます。北関東、長野、新潟エリアで美味しいエリア拡大中。おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。みんな大好き。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。過払い金とはカードご利用時に払いすぎたお金のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない、利用が少額だと過払い金は出ない、それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる、それも誤解です。家族や職場に知られる、必ずブラックリストに影響する、全部誤解です。また、実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずはお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。TBS ラジオ伊集院光とラジオとおっちょこちょい話、安田コレクション。さあ、安田コレクションです。短い時間ですが読んでいきます。はい、まあこれ安田どうですかっていう、安田はどうですかっていう話なんですけど、はい、横浜市ラジオネームウィンタースシューさん、41歳男性の方、ありがとうございます。駅に着いてから、うん、切符を探す、うん、見つからない、うん、ポッケ、財布、うん、カバンの中を探しても、うん、全く見つからない、うん、はよくある話だと思いますが、はい、私の場合、うん、すでに改札を出た後だったということがよくある。もう改札で切符は回収された後だからあるわけないんだけど必死に探してやばいどうしようなんつって、でこれ駅員さんに言えばなんとかなんのかなと思ってたら、あれこれ表に出たけど、あそうだみたいなことなんですが、出てるってさ、おボタンをおボタンをおボタンをお願いします。はい、金賞。もう俺さ、これがさ、あのいわゆるパスモとかスイカになっちゃってからさ、ああ。もう頻繁でさ。はいはい。気づいたら、うん、あれ、この階段ってなって、表出て、うん、あれってなって、うんうん、あ、俺、無意識でピッてやってるみたいなの、うんうんうん。めちゃめちゃあんねん。まあ、もともと切符はすげえなくす方だけど。そうですよね、じゅさんね。一番ひどいやつは、なくすからって手に持ってて、それがわかんなくなっちゃうんだから。あれあれあれ。なんで俺左手ずっとグーなんだろうだっつって。そうだ、切符を持ってるからだっつって。そうだ超えていくんじゃないの、もう本当にね、ひどいね。じゃあもう一個ざっと、ラジオネーム、はい、今日は餃子48歳、
ありがとうございます。久しぶりに中学生の息子二人とショッピングモールのフードコートで食事をしました。うん。それぞれ好きな店で、それぞれが好きな店で注文し、私の呼び出しブザーが鳴ったので海鮮丼を受け取りテーブルに戻りました。うん。座っていた息子たちに、何注文したの？お母さん食べるの遅いから先にいただきまーすと声をかけ、うん。食べ始めると、後ろから肩を叩かれました。うんうん。振り向くと、お母さん、僕らの席はあっち。と、息子の声が。うんうんうん、よく見ると、目の前に、知らない男子が二人座っていました。これはね、わかる。これでやりました、私これ。あ、違う、テーブル変えちゃうパターン。全然違うご家族と一緒にね、食べかけて。どうぞ、これわかる。ボタンをお願いします。そうだ、はい。金賞なんか、そういうことしてるうちに、年頃の、男の子は、お母さんとの食事に付き合ってくれなくなりますからね。いやー、おっちょこちょやったら滑り込み送ってください。お待ちしています。腰の痛みで憂鬱な朝を迎えた皆さん、同じような痛みを抱えた方から、こんなお声が届いています。半年ほど前から、痺れや痛みが腰に現れて、トイレや朝起きる時が辛くて、ひねった覚えもないのに。そんな時、通産党と出会いました。すくっと起きられる朝が迎えられるよう、頑張っています。ラジオの前のあなたも、痛みを諦めず、始めてみませんか？最瞬間製薬所の通産党は、神経痛による腰や膝関節の痛みを徐々に緩和する、漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-305-305 年中無休で受け付けています。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。日本人の国民病とも言われるがん、満80歳までお申し込みいただける FWD がんベストゴールドなら、がんと初めて診断確定された時に最大300万円を保証します。0120-676-626 FWD 生命まで。いただきます。おいしいね。愛に満ち愛されるスーパー、ロピア。ロピアで始まるから、新食生活ラブラブロピア。楽しく感動できるスーパー、ロピア。ロピア。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの中村久人さん、お願いします。はい。今朝、日本航空でシステム障害が発生し、全国の空港で国内線のチェックインシステムが利用できなくなっています。日本航空によりますと、午前4時半ごろ、搭乗手続きと予約を管理するシステムで障害が発生し、全国の空港で国内線のチェックインシステムが利用できないほか、ホームページなどで国内線の予約ができなくなっています。空港では職員が手作業で搭乗手続きを行っていて、午前10時現在で41便に最大55分の遅れが出ています。まだ復旧の見通しは立っておらず、日本航空が障害の原因を調べています。アメリカのバイデン大統領は15日、ロシア軍がウクライナとの国境地域から一部撤退を開始したと発表したことを受けて、ホワイトハウスで演説し、外交による事態打開を目指すものの、警戒を緩めない姿勢を強調しました。バイデン氏は、ロシア政府は外交を続けると表明した。私も同意する。外交が成功するようあらゆるチャンスを与えるべきだと述べる一方で、今も15万人以上の部隊がウクライナを取り囲んでいて、侵攻ははっきりと可能だ。ロシア軍部隊が本拠地に戻る動きはまだ確かめられていないと指摘して、警戒を緩めない姿勢を示しました。韓国大統領選候補の遊説用のバスで一酸化炭素中毒とみられる事故があり、これまでに2人が死亡、1人が意識不明になっています。韓国の中道野党国民の党によりますと、15日チョナン市で大統領選に立候補したアンチョルス候補の遊説用のバスに乗っていた運転手の男性と党員の男性が死亡したほか、カンウォン道でも別の遊説バスの運転手が意識不明になりました。いずれのバスにも LED の電光掲示板がついていて、発電機を使って点灯させる際、寒さから窓を開けなかったため、一酸化炭素中毒になった可能性があるということです。
事故を受けてアンチョルス候補は選挙活動を中断しています。去年分の所得税の確定申告が今日全国の税務署などで始まりました。新型コロナの感染リスクを減らすため、国税庁は自宅などからパソコンやスマートフォンで申告できる e-tax 国税電子申告納税システムの利用を呼びかけています。所得税の申告期限は来月15日までですが、新型コロナの影響で期限内の申告が難しい人を対象に、国税庁は4月15日まで簡易な方法での延長を認めるとしていて、延長する場合は書類の余白や e-tax の特記事項欄に新型コロナの影響であると理由を記載するよう求めています。ニュースをお伝えしました。ニュースデスクの中村久人さんでした。大沢優里です。西村智恵子です。UU ワイドは19日土曜日、おかげさまで8100回を迎えます。ゲストは結成25周年の笑いコンビ、パックンマックンのパトリック・ハーランさんと吉田誠さんです。女のリポート、グッドグッドミュージックもお楽しみに。時刻は10時55分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい。圏央道は外回り、埼玉県内の桶川加納付近で2キロと、その先の久喜白岡ジャンクションでは5キロです。首都高速道路は中央環状線の内回り、小菅ジャンクションでは5キロ半、小松川ジャンクションから30分、5号線の上りは板橋ジャンクションで7キロ半、高島平から30分です。一般道は千葉県内の国道16号内回りは柏の与罰塚で4キロ、都内は目白通りの下り、練馬区ぬくい2丁目付近、故障車が止まっています。左車線が通れず2キロ、練馬警察署南からは25分。また日光街道の下りは足立区千住5丁目付近、右側2車線を規制して事故の処理が続いています。渋滞は伸びて3キロ、通過に30分です。警視庁から以上です。警視庁の桜井園子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分ごろ、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。輸送を支える、社会を良くする、物流会社ならではの現場発送の技術とサービスで輸送と社会をより良い未来へつなぎます。日立物流の輸送デジタルプラットフォーム SSCV、 物流は新領域へ、ロジスティード日立物流。さあエンディングです。まずは本日の山崎翔です。韓国のアイドル、セブンティーンとかな、セブンティーンのことを知りたくて、韓国語でコミュニケーション取れるようになりたいという。サチさんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。はい。その他メッセージ読まれた方には番組ステッカーをお送りします。俺が残り10秒で読み始めようとして、ラジオネームかけるさんって言った。かけるさん今腹立ってるだろうな。俺どっちなんだよって。明日の頭、ね、かけるさんから入るんだよね。はい。明日のゲスト、明日のゲストは、はい、主婦発明家の松本直美さん、同い年。いろんな便利グッズとかをその発明する人いるよね。柴田理恵さんがね、会いたいとおっしゃって、なんか言ってて、そういう人いないのかなーなんて漠然と言ってて、ね、うん、ではいはい、早速探したら松本直美さん。なんかそのよくさ、地下鉄のホームにさ、この車両で乗ると、この何号車に乗ると何々駅のここに近く出ますよみたいな書いてあるやつ、あれ主婦の人が確か作ったんじゃなかったの、アイデアだったみたいな話聞きましたけどね。やっぱちょっとそんなお話、うん、なんかあれはどういう時発想するのかなって話を聞きたいですね。はい。で、明日のパートナー柴田さんも来れる日です。そうね、今日大久保さんの話めちゃめちゃ面白くて、サッカーの話ばかりじゃなくて申し訳なかったとは思うんだけど、でもさ、あのワールドカップのさ、運営戦がさ、いわゆるダゾーンの配信が独占というのさ、はい、仕方もないんだろうけど、俺はなんかそのさ、例えばご両親の興味の差とかさ、ご両親のまあ経済状況の差みたいもので、うんうんうん、ワールドカップ触れないまま
の子供とかも出てくるわけでしょって思うと、別にあの値段がすごい高いとか思わないけど、諸外国もっと高いんだよとか、スポーツはお金払ってみないとって人がいるのもわかるんだけど、いいことじゃないないって思うんだけどさ、ね、お子さんがねサッカーに出会う機会がね増えるということで、ね、安田からしたらもっと喋りたいのに、うん、ラスト5秒でそんなこと言い出すなよって思うかな、うん、お相手は安田美香と伊集院光でした。ごめんね。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト第3類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。